わお、キコーナグループは創業以来お客様に支えられて、おかげさまで全国100店舗になりました。地域の皆様に愛されるよう、これからもずっと歩み続けてまいります。街の明かり、心の明かり、キコーナ。チャンネル、本日は、キコーナ急遽吹田店からですね、はい、店長集結スペシャルをお送りしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まあ、ちょっと今まだ少ないですけども、後で来ていただけると思いますんで、はい、お待ちいただけたらと思います。よろしくお願いします。まあ、このね、北山エリアの集結ももう今日5回目ということで、結構やってきてるんですけども、まあ、店長の方もね、若干移動もあったということで、まあ、また、自己紹介兼ねて、告知していってもらおうかなと思いますが、最初誰からいきます？はい、じゃあ私から。あ、じゃあ行きましょうか。はい、はい、じゃあお願いします。茨城店で出るのは初となります。はい、茨城店の岡本店長こと柴田と申します。お願いします。お願いします。なんかね、オカルトさん、はい、オカルトさんといえばね、なんか最近までね、はい、アマチュアのイメージがあったんですけども、はい、もう茨城ですよ、2ヶ月目になります。あ、なるほどね、はい、前回出てなかったんですか、集結かなんか、なんか3店長やってませんでした。あ、出ました。あ、出たんかい。出ました。2回目ですね。2回目、出た。もう記憶いなかったですけどもね。はい、はい、まあ、今日は茨城店からね、吹田に来ていただきましたけども、はい、じゃあ茨城店もね、今日ちょっと今全国的にファン感謝デーということで、ファン感謝デーの明日が最終日ということで、はい、はい、集結いたしまして、はい、茨城店なんとまだ1等が4個ぐらい残ってますんで。あ、残ってる。はい、残ってます。明日全部出ますんで。あ、もう大放出。豪華商品めっちゃ残ってます。はい、残してた。冗談、3個すみません。嘘かよ。ほんまかどうかわかんないっていうね。はい、まあ、まだ豪華景品残ってる。まだ残ってますんで。あ、わかりました。ぜひじゃあ朝10時からね、オープンしますんで、はい、遊びに来ていただけたらなと。朝から来てください。お願いします。はい、お願いします。はい、クラミジアーってね、クラミジア。それは読まないです。それは読まないです。豊か、はい、大賞ということで。はい、じゃあ次。行きましょう。じゃあ千里店。千里店の高田です。はい、お願いします。はい、ジャパネット、お願いします。はい、千里店もですね、まあまあ明日ファン感はもちろんですね、はい、一等が、はい、15時、19時と当たる可能性が大いにありますんで、なるほど。はい、ぜひ15時、19時はですね、はい、座っていただいたら抽選受けれますんで、はい、ぜひご参加ください。はい、お願いします。お願いします。店長、掃除機くださいって言われてますけど。掃除機、あー、お高いんでしょ。まだ残ってました。お高いんでしょ。はい、高いです。ダイソンいいやつ、はい、いいやつ。おいくらぐらい。ダイソンはジャパネット価格。ダイソンは5円。安っ。5円。5円。またやってない。滑ったな。ありがとうございます。滑ったな。ありがとうございます。告知はまた後でします。あ、わかりました。了解です。まあ、せいにでもね、ぜひ来てください。あ、帰れで言われてるんで、はい、ついに僕のマイクのターンが来ましたね。帰れ。僕のターン、僕のターン。帰れ言われてますけど。キコーナ重装店のペヤングと申します。はい。あ、先週見たよね。先週見たよ。ペヤングと申します。先週見たよ。帰っていいよ。わーわー言われてますけど。ありがとうございます。はい、まあ、皆さんファン館をやられてて、もちろんキコーナ重装店もやってるんですけども、はい、まあ、皆さんのお店は3時から行っていただいたら十分やと思います。はい、重装店、明日。お20日ということで、はい、まあ、重曹地域ではもうみんなは知ってられると思いますけど、みんなで重曹で遊ぼう。重曹で遊ぶということでね、はい、20日で、今日重曹店からブログも更新してます。あ、なるほど。非常識ブログですか。はい、出ちゃうの雑誌にも載ってるらしいです。はい、ファン館最終日です。はい、もう重曹店しかない。ペヤング、ペヤングいるから行かないですって言われてます。一等残ってる。でも残ってない。もうない。もう行くかしない。一等もあります。一等も残ってる。周りすごいけどね。攻められるわ。やばい。明日は気候な重曹でしかない。いや、重曹行くから今みんなの分マクド買うてこいって言われてますけど。いやちょっと考えます。来ていただけるんだったらね。はい、はい、ぜひともお願いします。はい、お願いします。重曹来てください。ペヤング、お前が1位の景品取ったんやろって言われてますけど、むちゃくちゃやな。じゃあ行きましょう。次、テレビパクったやろ。テレビパクった。マジかやらかしたかこいつ。はい、ということで吹田店行きましょう。おじ
あどうも、ねえー、スイタまだ、来られてもう3ヶ月ぐらいですか、9月の、ま、末半ばあたりから。あじゃあもう2ヶ月ちょっとということで、もう慣れましたスイタも。あもうはい、あの一番働いてる店、一番働いてる店どういうことですか。1年半働いて、あそっか、はいはいはい、ちょっと正直言うより4ヶ月戻ってきました、はい、まあまあもともとね、あの庭庄司あの水田店で働いてたということでね、はい、ホーム戻ってきたって感じですけども、はい、はい、まあ放送もね2回ほどもうさせていただいたということで、はい、はい、お忙しい中ねいつもありがとうございます。元茨城店の庭です、はい、そうですね、ですお願いします、ね、あの私が茨城店に来た時は、はい、あのティッシュもちゃんとプレゼントしてたんですけどね、お客様に。あ、そうなんですか。ちょっとセコいですね。セコい。僕はあのハズレくじ持ったお客様全員にティッシュ配ってますけどね。あれ茨城ね、はい、クレームクレーム。セコいよな。防災の日。いや防災の日は僕毎月配ってる。毎月配ってる。マイク持ってなかったら喋るな。だね、マイク持ってる人の方が声通るからね。そう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 、はい、庭庄店長おしゃれって言われてますけどね、ベストよく似合ってますよね、はい、あ、これ、向こう行きました、はい、あのファン感謝で、あ、ちょうどね、ちゃんと告知ありますから、これです、はい、あ、また、女性のね、はい、方、はい、ご来店、どうせ行くなら、はい、女性いるところの方がいいでしょう。付加価値ですよ。どうせね、はい、どうせこんなねおっさんらに配ってもらわれるようにね、綺麗なお姉さんに配ってもらった方がいいかと思って。そうですね。結構人気のあるねコンパニオンさん。三人呼んでますからね。はい。一人や二人じゃないですよ。そうですね。三人呼んでますからね。はい。ぜひ。できますか？できますか？できないね。全コース A B C D E F 7セット。はい。508本お当たり。ああ素晴らしいですね。まだまあ、まだ残ってますもんね商品も、はい、ちゃんと1等残ってますんで、1等残ってる、はい、はい、ぜひ、はい、そういった点ね来ていただけたらなと思いますけども、はい、お願いします。お願いしますね。抽選時間はこれ、はい、発表点になってましたっけ。3時7時はい、ね、3時7時です。かぶってるお店なかったですかね。大丈夫ですかね。大丈夫です。じゃあそういったぜひね遊びに来ていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。スイタは予算が豊富なんですかって言われてますけどね。潤沢に用意しています。わかりました。じゃあちょっとね、ぜひ遊びに来ていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ次は、お、サイト。茨城サイトの堤です、はい。よろしくお願いします。お願いします。今日が最後？スイタ508本でしょ、当たり本数。茨城サイト、はい、全てで510本ございます。ちょっとちっちゃい、ちょっと2本、2本ね、うん、どうせなんかセコイ F コース2つ用意しちゃいますよ。セコイってどういうことよ。1等も3等ございます、はい、コンパニオンさん、美しい女性の方、はい、とて4名いらっしゃいます。おおなんか張り合ってますね。この資料最大でございますから。張り合ってますね。そして、21日、はい、月曜日、はい、モンスターハンター。あ、それ言うの忘れてた。モンスターハンター。あ、お前や、しゃっかりしゃっかりしてるわ。茨城サイトだけ営業開始になっております。しゃっかりしてる。お願いします。しゃっかり宣伝しましたね。さすがですね。はい、であとマネージャー、あ、今到着しましたね。はい、新大阪の東島店長。はい、新大阪店のアズアズです。はい、お願いしま す。今ちょうどね、告知も兼ねて、自己紹介していただきましたけども、新大阪も何か告知あれば。はい、明日もファンカーンが、1等が、まだ2本残ってますので。あ、残ってる。はい、3時と7時に抽選を行います。よろしくお願いします、はい、お願いします。今日はマジックないんですかって言われてますけど。今日はないことはないです。ないことはない。あ、ちょっと俺は楽しみですけど。今はまだやらないです。わかりました、はい、ちょっとね、また楽しみにじゃあお待ちたいと思いますので、ね、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、後ろにね、マネージャーマネージャーいますけど。ずるいずるいずるい。久しぶり。ボンドだよ。ボンドだよ。本当久しぶりですね。いや、久しぶりですね。どれぐらいぶりですかね。いや、もう知らない知らない。覚えてないですけど。覚えてない。相当出てなかったんで、はい、
ちょっと緊張してます。緊張、うそー、はい、絶対緊張してないでしょ。はい、はい、まあ、実はこの間のジュースの時いたんですけどね。はい、いましたけど。お仕事でちょっと、はい、長引きそうやったんでやめときました。やめたんかい。はい、まあ今日はね、集結ということで。そうですね、はい、久しぶりの集結なんで。そうですね、まあ店長陣もちょっとね、入れ替わりもありまして、また新しい北山エリアだったかなって感じですけど、うん、そうですね、だいぶ入れ替わりましたね。はい、そうですね、まあ見た顔も多いですけど。見た顔も多いですけど、はい。まあ確かにね、はい、はい、まあまたね、心機一転、また北山エリアね、はい、団結してやっていきたいなと思いますけども、はい、ボンちゃん太ったんちゃうと言われてますけど、と思うでしょう。あれ思うでしょう。4キロ痩せました。痩せた、痩せたんですよ。本当にちょっと4キロか分からない。4キロ何だろう、4キロ痩せてるでしょ。なんかでも太ったってめっちゃ言われてますけど。太ってんやろな、もう。すべて太った。顔も腹も太ってる。ボンちゃん可愛いって言われてますね。ありがとうございます。大きさって言われてますけどね。ありがとうございます。はい、これね、4キロ痩せたということで、順調にダイエット成功しておられますけどもね。はい、まあ今日は一応、北山エリア、また人狼やりたいというふうにお声聞いてますんでね。はい。頑張っていただけたらと。あれ多いから。もう一人。あれ、もう一人。なんか、あれなんか出てきましたけど、あれこの人はですね、前のす、え、スイタの店長でしたよね。これはどなたでしょうか。ちょっと自己紹介して。そうですね、ちょっと初見の方もいらっしゃるかもしれませんので。これ自己紹介いるんですか。あ、お願いします。あれあれって言われてますよ。あれって言われてますよ。あれスイタの店長あれみたいな言われてますけど。いや違うんですよ、私スイタ追い出されまして。追い出されまして。めっちゃ弱い人来たって言われてますけど。めっちゃ弱い人ってどんなイメージなんですか。西田来た、西田来たって言われてますけど。ありがとうございます。はい、そうなんですよ、ちょっと予想ものなんですけど。ニコ生久しぶりですよね。いや、どれぐらいぶりですかね。2、3ヶ月ぶりぐらい。3ヶ月ぐらいですかね。はい、追い出されたって言ってますけど。でもおめでとうってお声もありますけどもね。 あ、ありがとうございます。実は岸田がリマネージャーになられたということで、はい、ありがとうございます。今どちらのマネージャーに。今は豊中地区メインで、神津島とか。そうですね、豊中南ピンク館とかね、スケベ館の筆頭の王さんになっておりますんでね。ちょっとね、あそこは出づらいんですよ。出づらい、なんで、はい、なんでなんで。あの空気は僕無理。いや、出ましょう出ましょうよ。ついていけない。神津島やったら来れるんちゃいます。いや、そこも役職濃いからな。濃いかな。北山より使えそうって言われてますけど。ひどいな。ガーリン痩せたんじゃないっていうちょっと心配されてる方いらっしゃいますけど。僕あれなんです、太ったんですよ。え、太った逆に。あら、全然分からへんってみんなに言われてますけど。本当、ちょっとお腹周りが。あ、本当ですか。あ、本当です本当です。なんか顔はちょっとシュッとした感じに見えますけど。いや、全然太ったんです。あ、太った、はい、なんでちょっと外食が多い感じですか。そうです、外食多いですね。ガーリン西田かいつやんのと言われてますけど。それ絶対身内で。はい、ちょっと、はい、また近々、はい、やりたいと。あ、はい、ボンちゃんよりマネージャー感ある、頑張ってください。マネージャー感ある言われてますけど。どういうことやね。はい、じゃあね、今日はなんと、まあね、ちょっとタイエリアンなんですけども、まあ、せっかくね、ガーリーマネージャーも来ていただけてますんでね、ぜひ、じゃあ一緒に人狼やりたいなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、真中元気ですか。それで太ったって喧嘩売ってますねって言われてますけどね。もともとが痩せてるからね。はい、まあ一応、全員じゃないですね、まだ。全員じゃないです。あと何人、あと4人ぐらい来はるんですかね。ちょっとね、何人か来れなくなっちゃいました、ね。あ、そうなんですか。今、あと誰来るんですかね。あと遅れて来るのが白石くんと佐藤店長。はいはい、お二人だけですね。あ、わかりました。じゃあまたお二人来られたら、はい、はい、自己紹介兼ねてね、やっていただきたいと思いますので。そうですね。はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあどうしますかね。この中で人狼やったことない、もしくはあまりちょっとルール分かってないよっていう人いたら。おい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 、ミスター人狼やろお前。人狼かお前。嘘つき、お前嘘つき、嘘つき一人いますけどね。まあ一応ね、オカルト店長が今回ちょっと店長集結は初めてということで、まあ人狼もまあ前ね、ちょっとなんか100店舗の時にちらっとやったんですけど、まああれだけじゃちょっとわかんないということで、まあちょっとじゃあ練習がてらオカルト店長にも慣れていただくために。いや、黒そう。うん。言われたくない。素直やから。素直やからね。まあこのゲームね、一応心理戦がメインなんで、やっぱりちょっと口上手い人の方が上手かなという感じはありますね。顔にちょっと出ちゃう人とかすぐバレちゃうんでね。奥にいるあのマネージャーのようにね、ちょっと顔に出ちゃう人はちょっとちょっとね、大変なゲームかもしれませんけども、まあ送る手順でね、すごく大丈夫やと思いますんで。はい、大丈夫。はい、騙し合っていただきたいと思いますんでね。はい、
じゃあ最初ちょっとね、佐藤店長と、白石店長が来るまでの間ちょっとじゃあ、簡単に1回で完結できるような感じでちょっと人狼試しにやっていきたいなと思いますので、じゃあ、お席についていただいてもいいですか。これもうマイク入ってるんですか。これマイク入ってますよ。全部入ってます。つみは顔に出ないよう気をつけてねって言ってますね。僕尋常ならないんで。尋常ならないんで。尋常にならない。じゃあどうしましょうかね。さっきいつ来るかちょっと分かんないんですよね。そうですね。分かんないです。じゃあどうしようかな。いきなりやっちゃってもいけますかね。行きましょう。試合前にいけるんですか。あだ一回流れ。ああじゃあ何。はいまあ一番簡単なんで言うとその人狼か、まあ、市民かで分けて、まあ、一晩で完結できるっていうパターンがあるんですけど、そっちやっときます。じゃあ変わらないよなんで変わった今こっちにカメラあこっちあれですよ、メインカメラあっちっすよ。 あそうなんや、はい、映りたいんかいどうぞ、まあ、いいよ、全然映ってもらっていいよ、はい。あ、占い師だけ、人狼と占い師入れてあげてって言われてますけどね。あめっちゃうまい。じゃあそれでそうですね、じゃあ人狼、2人で占い師1で市民いきましょうか。はい、はい。じゃあちょっと、今ねちょっとお手伝いでネギ玉さん来ていただいてるんで、ネギ玉さんごめんなさい、カード配ってあげてください。じゃあこんな感じで一応占い師は1回だけ誰が人狼かっていうのを占いますんで。ああ、もう市民がいいな。もう市民がいいな。絶対嘘やろねえってまだ引いてないんですけど、一応じゃあこれワンナイト、ワンナイトでやりましょう。絶対信用せん。待ってください、待ってください。最後僕正直だったじゃないですか。一応じゃあワンナイトということで、もう1回で、人狼をあぶり出せなければ市民の負けになりますんで。なるほど、はい。一応人狼はワンナイト、はい、人狼は一応2人だけ、2人いますんでね、どっちか当てれば勝ちです。高田店長や早っ。お前さては預言者やな早いわ、はい。じゃあということで、じゃあカード自分で確認してから、カードそのまま置いてもらって目閉じてもらっていいですかね。はい、確認しました。はい、はい、じゃあ、人狼さん、ジーロンさん、目を開けてもらっていいですか。じゃあ確認していただいてね。はい、 OK ですね。はい、じゃあ占い師さん、起きてもらっていいですか。お、預言者かな、預言者さん。はい、じゃあ預言者の方は、誰が人狼かと思う人指さしてもらっていいですか。はい、じゃあ OK です。じゃあ起きてもらっていいですかね。はい、じゃあワンナイトですんで、議論時間8分、今23分なんで31分まで、はい、あぶり出してください。あ、待ってください、僕じゃないですよ。いや、西田マネージャーでもないと思うんですよ、で今の反応を見る限り。ない、ないこっち見んなよお前北山マネージャーですほら、また出た、出た、出た、いつもこれで騙される。出た。ちょっと待ってください、今回は市民です。市民です。え、人狼2人いるんです。人狼2人の預言者だって、ワンナイトやったらもう預言者の人言ったらいいじゃないですか。お前ワンナイトやったら、え、どういうこと。言えます、言えます。これで終わりな、次で追放なるんで言えますよ。なんでもう今のうちに発表しといてくれたら、その人覗かれるじゃないですか。で、1回で、そしたら終わり、1人しか選べられない。そう、ね、そうです。もう選びました。選んだらもう、これね、給料ってか勝ちってこと。1回、そもそも勝ちと負けあるんですけど、勝っても負けてもなんもないもんね。確かにそれはあります。じゃあどうします、人狼あぶり出せなかったら罰ゲームしましょうか。ワンナイト、罰ゲームあかんねん。一応今日持ってきてますけど、一応練習ということで、まだ置いておきます。練習ね、了解です。はい、かしこまり。この預言者、なんかいまいち会話の内容が分からないですよね。預言者分からないよ。なんで預言者、人狼、預言者誰なんですか。僕です。あ、そうなんですか。え、誰うなられたんですか。え、田島。田島僕は市民ですよね、上から。え、市民です。ほら、市民、ほら市民です。え、ほんまなんや。いや、ほんまっつってほんまですよ。これほんまや。まあ、とりあえずこの2人はもう
大丈夫ですね。大丈夫です。主役店長。仕事は主役店長と北山マネージャーで。3分の1。圧がやばい。何が俺なの。じゃあ俺主役店長や。うん、多分主役店長やと思うで、うん、主役店長は予言者じゃないのに予言者かと思う。いや全然しゃべってない。ルールも分かってないからね。ルール分かってないからとりあえず人狼でしょ。ああそういうこと。ルール分からずに人狼なんて困ってるやつでしょ。人狼って言わんとダメですよ。いやそれは違う。それバレたらあかんねん。違う違う、それは違う。ゲーム崩壊して言ったら僕みんなに指さされて死ぬやつでしょそれ。赤色でしたカード。カードは、いやいや、言ったらバレる。はめられる。それははめる。いや、もうやばいでしょ、もう黒い。緑が残ってたら、人狼の勝ちでしたっけ。いや、ただ、終わんないでしょ、だから。市民の方が多かったら。ああ、そっかそっか。うん、先に人狼、はい、追放者勝ちですね。いや、市民です。ちょっと待ってよ。そうや、どうしたよ。急にどうしたどうした市民です。もう一人は誰なんですか、もう一人。ちょっと待ってください。いつも通り確認していいですか。鈴見店長でしょうか。違います。いや、いつもとなんか違う。まさかの。あえて堤店長さしましょう。まさかの。ちょっと待って。これはちょっとどうですか。違います。これはちょっとなんかいつもと違う。いつもと違う。そんなことないと思うけど。世代の高いぞこれは。ちょっと店遠なったから。距離感が距離感がね。距離感出てきた。なんか違う。いつもと違う。堤店長怪しいということ。なんか俺も最近俺どうでもいいみたいな感じ。距離を置き始めた。めっちゃいるでしょ、ほんまに。LINE のチェックはグループ LINE 来ててもまず庭からチェックする。大事なところからチェックするから。はい、あと5分、あと5分。いや、もう主役店長押しといてもいいんですよね、とりあえず。1人人狼を当て出したらもう。とりあえず。そうですね、村人か人狼なんで、人狼は騙し切ったら勝ちです。人狼…でも追放されますよ、このままやったら。主役店長弁解しといた方がいいっすよ。え、市民にやったら。でも市民じゃないでしょ。いや、僕市民です。何色でしたか。いや、だからそれはバレるでしょ。それってバレるでしょ、何色。知らんでしょ。市民と人狼以外もあるんですよ。そうそう、あの予言者ですよね。とまだあるんですよ。まあ、今回は一応簡単に役職2つだけですけどね。市民、市民の。いやいや、見たかって。いやいや、僕は市民です。いや、誰がでしょう、もう。人狼ですか。そう、人狼大なんですよ。僕一番怪しいと思うのは。さっきね、人狼って手挙げたじゃないですか。はい。ええ。誰かが挙げた。誰ですか、パートナー。パートナーですか。もう一人。まあ、人狼は一応2人いるんでね、この中。はい、もう1人。騙されてる人やん。いや、どんどん騙されていってるやん。いや、これ、僕が例えばもしこれ言ってしまったとしたら、もうあれですよ、このゲーム終わってますよ。いや、終わってまわない、終わってまわない。でも、ってことはもう知ってるってことですよね。もう一人誰やん。どっちでも人狼ってことやんか、それ。うん、いや、僕人狼じゃない。人狼ってことじゃないですか。命をかけます。人狼じゃないです、僕。もう一人人狼知ってるんですか。簡単にかけるからな。ガーリン出番って言われてます。人狼じゃないです。人狼って書いてんねんだよ。いや、これみんな書いてますよ。みんな人狼デラックス書いてます。なんならデラックスも書いてます。オカルト店長は誰や思うんですか。え、僕ですか。僕オオカミリアルに堤店長がものすごく怪しくなってる。僕はマジで市民。いや、でも堤店長怪しいですね。今回は市民っていうか大体市民。それはそうやろ。堤店長、一回だけでしたっけ、人狼入った。そう、一回だけ。あの時もう違うかったから。だいぶ焦ってた。だいぶね。今、さっき心に余裕があるからね。なんか変な言い方やな。意味深。なんか距離感あるな。ガーリン、ガーリン、輪の中に入ってあげてって言われてますけど。いや、ちょっと、かわいそうやん。もう許してあげんや。許してあげんや。いつも西のマネージャーがこんな感じ。そうそう。じゃあ、あと2分で決着いきます。もう2分いらない。あ、もういいっすか。とりあえず、1人はもう。1人当てたらええだけでしょ。そうですね。絶望とりあえず。絶望な顔してます。いや。田島芝じゃないと。もっと僕じゃなかった、僕じゃない、この人やって言わんと。そう。もう今のまま行ったら負けてまうで。追い出されちゃう。え、誰と思うんすか。人狼が。
人狼は住店長じゃないですか。なんでなんやろ。いやだから住店長。そこの信頼関係ちょっとまだ薄かった。薄い薄い。ここでは規制は近いけど。半信半疑で。規制は近いけど。ちょっと前任の茨城店の店長はそんなこと言わなかった。もっと頻繁にグループライン来てくれたよね。もっとこう。なんか最近全然反応ない。いや。敵対心あるんでしょ。ここ。全然ライン返してくれない。そう。いや。しかもここばっかりじゃない。仲間っすね。仲間っす。ただ人狼は人狼は詰めてんの世界一の世界一の堤さん信用ないのって言われてますそうかね、ここはね、なんかまだ信頼関係いや、なるほど、気づけてない、ね、いやいや人狼ないままもうねじゃあもういいんじゃないじゃあもう行きましょう、はいはい、あ、とりあえず練習やし、そうですね、練習、うん、じゃあ、堤店長が人狼だと思う人は挙手お願いしますあれ？どうした？自分と手挙げるもしかして。一人ずつ聞いていきますよ。いや。じゃあ、高田店長が人狼だと思う人。一人。おお、オッケー。いきなり180度変わる。高田店長もっと喋るから。なんで人狼だ。マジで。喋る。どっち喋る？あ、違うんですね。じゃあ次、アザード店長が人狼だと思う人。あ、西田さん、一人。じゃあ、西田マネージャーが人狼だと思う人。いや、実は、ボロボロやな。ばらけてる、ばらけてる。白く出ちゃうし、これ。いや、まあまあ、うん。じゃあ、まあそうですね。じゃあ、北山マネージャーが人狼だと思う人。ゼロ。ほら。じゃあ、岡田さん、ちょっと最後聞きましょうか。はい。じゃあ、庭師王子が人狼だと思う人。なし。予言者ですよね。じゃあ、嘘つきペヤングが人狼だと思う。あれ、間違えた、ごめん。じゃあ、田島店長が人狼だと思う人。なし。じゃあ、オカルト店長が人狼だと思う人、挙手。1、2、3、4、5人。ということで、じゃあ一応ね、これ議論をね、毎回するんですけども、この議論で、もう決めつけられたら退場しかないんですけども、まあ、この時点でオカルト店長はもうみんなから人狼だと思われてますので退場になるんですが、はいはい、実際はオカルト店長は何だったのかっていうのを教えてください。はい、あ、僕も終わりってことですか。終わりです。これで一応追放になるので、これでもしオカルト店長が人狼だったら市民の勝ち、もしオカルト店長が市民だったら人狼が勝ちです。人狼が騙したってことになるので。あ、なるほど。オッケーですかね。1回だけなんで。あ、これめくっていいんですね。じゃあ、はい、じゃあ、オカルト店長の役職を教えてください。じゃあめくりますね。はい、はい、教えて。命かけて言ったじゃないですか。やばい。そうですね。そこをこうひっくり返していくのがこのゲームなんですよね。ってことは、阿部島店長や。じゃあ、この中で人狼だった人って手を挙げてください。ほらこれ、じゃあ、次人狼市民、予言者、ボディーガードいきましょう。まあ、これも、はい、一番わかりやすいパターンですね。僕次ボディーガードにします。3ナイトでいいんじゃない。そんな選ばない。3ナイトって何。でもやっぱ田島店長あんま喋らない、ね、3回3ナイト、うん、3ナイト市民やったから3ナイト。いやもうボディーガード3人ってこと。ボディーガードと、あ、3回で決着つけるってことですか。1回やってみます。じゃあ西田マネージャー誕生日席にしてあげてって言ってますけど。ああ、ここ、これます。じゃあ、あっち行きましょう。じゃあ、僕はそっち行きますね。だいたいこういうのは根が素直な人苦手だもんねって言ってますけどね。めっちゃ映るやん、照明。お誕生日席ですからね。この椅
飲みたいやろ。まだ見たか。見ていいんですか。じゃあ見ましょうか。ちょっと待って。はい。見ました。確認しました。じゃあカード前出しといてもらって目をつぶってください。はい。じゃあ、人狼さん、人狼さん、目を覚ましてもらってもいいですか。確認 OK ですかね。じゃあその2人で、ペアで頑張ってください。じゃあ、預言者さん、預言者さん、起きてもらっても大丈夫ですか。はい、OK です。ボディーガードさん、ナイトさん、起きてもらっていいですか。はい、大丈夫です。はい、それでは、朝になりましたので起きてください。役職が3人ですか。3人。3人ボディーガード、預言者、人狼です。ボディーガード、預言者、人狼。人狼は2人。人狼2人です。ということは市民がボディーガード預言者がないと。市民がボディーガードと、預言者だけ入れてます今回。ボディーガードという預言者だから4人役人4人市民。僕市民1です。僕市民2。僕市民3。市民4。めっちゃおるやん。じゃあ時間40分まで市民とは言いません。市民とは言わない。市民とは言わない。もうね、今日今おかしかった。明らかにおかしかった。明らかにおかしかった。おかしかった。確かに。もう何かあるなっていうのは分かった。市民ではない。だから市民ではない。市民ではないっていうのは分かった。市民ではない。市民ではない。ボディーガードの人守ってください、私を。ってことは守ってください。あれ、でもさっき占い師外した。いや、占い師入ってるでしょ。入ってます、入ってます。入ってます。市民外した。市民を外した。占い師と、ボディーガードは入ってます。今回もワンナイト。いや、今回は普通にやってもらって大丈夫です。普通に。はい、ということは、丹羽店長が占い師。そういうことです。あ、なるほど。もうさっき言っちゃうんすね。かな、なんかそんな笑いじゃなかったけどね。でも、そんな言うたら、すぐ食われるんちゃうんすか。そうそうそう。いや、ボディーガードに守ってもらおう。ボディーガード、ただの猿は一旦だけっす。うん。一旦だけなんで。ボディーガードの人守らなかった。とりあえず、多分、ってことは、高田店長が丹羽店長を食べに行くってことですね。高田店長、俺がこういうことだよね。そうだ、ジョリア人狼ってこと。言っとくで、ほんまに趣味やん。いつも言うやん。何百回聞いてきた。ほんまに言うやん。お前やからそれ。いや、店長、今回僕市民です。いや、今も言ってるよね。今回も市民です。いや、それで、何回も騙されたから。何回も言ってる。前だ、僕市民です。今回、ほんまに市民です。僕は市民なんです。なんで目そらす。マネージャーの圧がやばいからです。圧がやばい。とりあえず高田店長とあと一人ということですね。出た出た、もう俺外し、ほんま。ほんまに俺外し。毎回なんか早めに早いっすよ。早いんすよ、ほんま早い。宮店長、鼓店長は大丈夫。どうですか。今回大丈夫よ。間違いない。ただニワテちゃん怪しい。ニワテちゃん怪しいでしょ。ごめん、これ気づいてしまうけど、怪しい。やっぱ気づいちゃうんや。気づいちゃう、怪しい。そう、ニワテ長はね、なんかついてるんやと思うんですけど、それね、あかんやつついてそうな気がするんですよ。だから、市民ではないっすね。ただ、その、ここで預言者って言ってんのに、他に預言者がおったら、ニワテ長が否定するでしょ。確かに。ちょっと待って、でも、ルールを確認してる主役店長が怖い。分かれへんねん。自分役職大丈夫。多分人狼市民以外やと思う。めっちゃルール確認してるから。ルール確認してるから。ボディーガードでしょ。意味分かる。ボディーガードでしょ。僕守ってくれたらいい。分かります。意味分かる。分かります。大丈夫。人狼に食べられたらあかんのですよね。食べられたらあかんの。ボディーガードが守るの。そうですね。ボディーガードでしょ。人狼がここでボディーガードと言ってしまったら人狼に食われることもあるんですよね。そうそうそう。ボディーガードは自分を守れないからね。あ、そうそう。自分以外を守る。あ、なるほど、わかりました。次ボディーガード。違います。命をかけて違います。いや、もうからの市民っていうパターン出てくるかもしれないですから。さっきわからなかったからね。色答えへんし。命かけます。人狼やもん。命かける。いや、死にはしない。ボディーガードや。はい、ラスト1分。やっぱ、だから主役店長が違うのかな。違う。
いや、ボディーガードじゃないってだけでしょ。いや、命かけへんって言うけど。いや、多分ボディーガードでしょ。ボディーガードでしょ。ボディーガードでしょ。どうなんですか、命かけるかけないどっち。あ、命かけますじゃん。かけます。僕死にます、はい。じゃあ、わからんな、あれ。え、庭店長どうですか、人狼。高田店長じゃ間違いないと思います。僕今回ちょっと待って、でもね、いや、俺僕はね、俺こいつが人狼取れてるんだ。田島店長は信用ならん。いや、ほんまに趣味ですよ、今回ほんまなんですよ。とりあえずお前だけいつも人狼の時俺さっき食うやん、今日。ほんまにっていうか、お前ちょっと食ってくれよ。僕が人狼の時は庭店長先に食べます。食ってくる、はい、それは間違いない。とりあえず僕が預言者の影、とりあえず最初に田島店長。いや、だから今回人狼やから先に食わない。そう、待て待て待て、そう、占ってもらったらいい、僕を次、うん、だから占うよ、また。はい、じゃあ終了。ちょ、だって占いしか分かれへん。人狼かもしらんやん、だって。絶対店長やん。じゃあ行きましょう。じゃあこの中で、怪しい、あ、まだまだまだ出ないでください。まだ出ないで、まだ出ないで。一応あの追放する人決めるんでね。はい、じゃあ、怪しいと思う店長行きましょうか。じゃあ田島店長が怪しいと思う人。はい。おろ。いやいや、後悔しますよ。2、3、4。じゃあもうこれ5人決まりましたね。2、4、6。いや、店長、僕じゃない。じゃあ田島店長、退場。怪しい。僕じゃない。怪しい。守るに守られへんの、その最初から。そう。もう怪しいもん。じゃあ、ね、田島店長は、追放されましたので、じゃあ夜のターン行きます。じゃあ、おやすみなさい。あ、追放された人トランプの面かぶってくださいって言われてますけどね。いやいや、見たいやん。どうぞ。後悔する。じゃあ行きます。ボディーガードの人、ボディーガードの人起きてもらっていいですか。守りたい人を指さしてください。この人でいいですか。 OK です。はい、はい、じゃあ預言者の人、預言者の人、占いたい人を教えてください。この人ですね。この人の役職は、はい、じゃあ人狼さん、人狼さん起きてもらってもいいですか。じゃあ襲撃したい人を一人選んでください。この人でいいですか。はい、 OK です。じゃあ、人狼さんね、襲撃しましたので、襲撃された方は退場してください。はい、じゃあ朝になりました、起きてください。生きてんの。今42分です。47分まで、じゃあまた議論お願いします。なんで来たん。これかぶってください。そうですね、あのトランプかぶってください。え、じゃあ預言者が、預言者があの人だったから、高田店長やったかな。ってことですか。え、誰預言したんですか。高田店長。高田店長何やったんですか。市民。ほんで食われた。ボディーガードかなんか知らんけど食われた。食われたのは間違いない。なんかおかしいな、なんかおかしいな。食われたのは間違いない。なんかおかしいな。めっちゃ面白い。ボディーガードかボディーガードで。ボディーガードはだから庭店長守ったってことでしょ。僕守ってくれたんですか。ちなみにこの時点、ね、この次の時点で、選ぶ人を間違えると人狼が残ってる可能性があるので、ね、終わるかもしれません。人を人狼の攻撃が守れる。人狼は選ぶ一人ですよね。言うときます。僕が守りました、多分。お、僕はボディーガードです。え、ほんま。僕はボディーガード。でもボディーガード、また騙すの。これで、でも誰か一人を。お前人狼か。いやいや、ボディーガードです、ボディーガード。ボディーガード、ボディーガード、ボディーガード、ボディーガード。誰で出てきた。2人おらんねん。人狼でしょ。いや、え、こっち、え、どっち、何。僕がさっきのターンで、預言者を守りました。預言者を守った。預言者、え、預言者を守った。え、けど高田店長は対あの食われたじゃないですか。え、じゃあ預言者は守られてるんでしょ。守られてる、うん、あ、預言者をけど選ばれなかった。あ、選ばれたんだね。普通に高田店長が選ばれたんだ。ああ、そうかそうか、そういうことですね。ガーリンじゃん。いや、あのね、僕ずっと見てるんですけど、ずっと口元こないしてる。待った。そうだね。行動心理学上、口元隠すやつは嘘つくやつ。分かる分かる。いやでも、庭店長も増えてんって、今回。いやいや、それは今回増えてんね。それはね、否定できないです。自分でもね。ちょっと、でも落ち着き、落ち着きなくなった。違う違う違う。そうだ。いや、もうずっとこうしてるんですよ。おかしいな。もうなんか、でも逆言ったら、
ボディーガードやったとして、ボディーガードでしょ、ボディーガードって歌った2人のところ、ボディーガードが2枚入ってたんですか。そんなことない、それはない、それはない、それはない、それない、それない、どっちか嘘ついてるんでしょ、これとりあえず。でも、え、もうこれで終わりですか。とりあえず西田マネージャーを怪しい、これでも仮に、え、1人、今、人狼が1人やったら、いや、大丈夫、続く、そうですね、人狼が2人いた場合は、終わっちゃう可能性が高いです。だから、ボディーガードが今回殺される可能性があるってことですよね。うん、なので僕は死んだら終わりです。多分。ああ、そういうことか。二人残ってれば。うん。けどここで確実に人狼を見つけとか。人狼見つけとかないとダメよね。あと3分です。でも僕は違うし、ボディーガード。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 ちょっと待ってください。僕は違うし、ボディーガードってどういうこと。僕は違うって。市民やから。まさかの2連ちゃん。人狼ではない。人狼じゃないってよ。人狼じゃないから。人狼じゃないでしょ、ボディーガードでしょ。何なんですか。僕ボディーガードです。やっぱりボディーガード。ボディーガード。なんでさっきまでボディーガードって言わんかったの、急に出したんですか。なんかボディーガードで殺されたらあかんの。ボディーガード壊れたらあかんの。それだけどボディーガード一人しかおらんねでも。はい。どっちが嘘ついてるの。どっちか。誰が嘘ついてる。誰が嘘ついてるこれ。とりあえずどっちか人狼ってことでしょ、要は。どっちか死にますけど。逆を変えても。いやでも。いやいやいや、なんすか、なんすか、なんすか。いや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 。いやいや、僕も、いやいや、僕じゃないっすよ。何が何がいや、ボディーガードっすよ。人狼やっぱり。この2人が人狼じゃん。もうボディーガードがどっちかで。そういうこと。その可能性もあるじゃん。占いかってこと。あ、ボディーガード守った。ボディーガード守りました、僕。だから、最初の発言で、あの、庭店長の預言者でしょっていうふうに言ったんですよ。預言者言ってたでしょ。預言者。多分、なんかもうだけど、もしは。分からへん。あと、庭店長はとりあえず信用しとこう。うん、じゃあ、庭店長。いやもうなんかもうわけがわからんこと言ってるから。いやボディーガード、ボディーガード、ボディーガード、アイアンボディーガード。するけどな、市民ちゃうかな、市民っぽい、市民っぽい感じはしますけどね。さっきのあれが、はい、あと1分。え、やばいやばいやばい、だから市民がボディーガードって嘘つく。意味が全然わからない。釣りがいますね、釣りが。なんでボディーガード言うの。なんか中立の立場のやつ。だってボディーガード、いやボディーガードって待って、僕願望とかちゃうで。願望じゃないで。願望言う場じゃないから。ボディーガードがかっこいいみたいな。ボディーガード、ボディーガードええわ俺みたいな。そんな感じ。誰を思うんすか、人狼は。人狼っすか。はい。あの、堤店長が。いやいや、マジ違う。今回マジ違う。一緒でしょ。俺殺したあかん。あ、わかった。何？あれ、さっき。なんで？え？なんで俺を殺そうとした今。ボディーガード？え？あ、そうか。どういうこと？どういうこと？どういうこと？俺もボディーガードって言おうとしたよ。そうか。でも俺じゃない。私じゃないですよ。マジで違います。ここ市民やから分かる。うん。うん。ここ市民やから。はい、時間になりました。ちょっと待って、心のライン、もしかして人狼じゃん。いやいや、市民、市民。後ろトランプ。とりあえずだと思う。とりあえずだと思う。もう訳が分からん。訳が分からん。もう訳が分からん。もうええわ、もう。いや、やば。はい、じゃあ、怪しい人。人狼。じゃあ、怪しい人から行きましょうか。じゃあ、決まりました？大丈夫ですか？行きましょう。じゃあ、オカルト店長が怪しいと思う人、挙手。はい、じゃあ、オカルト店長、この時点で退散。はい、食べられましたんでね。よくわからへん。よくわからへん。よくわからへん。よくわかってない。はい、じゃあ、夜のターン行きまーす。終わった、行くんや。終わってない。行くんや。はい、色のターンいきます。じゃあ、手だけ。はい、じゃあ、占い師さん、占い師さん、起きてもらっていいですか。占いたい人を教えてください。はい、じゃあ、ボディーガードさん、ボディーガードさん、守りたい人を教えてください。同じ人は守れません。いいですかね。はい、OK です。じゃあ、人狼さん、人狼さん、起きていただいて、襲撃したい人を一人選んでください。でいいですか。いいですかね。はい、じゃあ OK です。じゃあ次のゲームいきます。朝になりました。
ということで襲撃されたのは庭塩店長ですね。この人やん。まあ、いや違う違う、2回守ろうとしたんですよ。あ、2回守ろうとしたんですよ。だから2回守れませんよって多分言われたんでしょ。ああ、2回は守れへん。予言者守ろうとしたから。いや、ほんまにほんまに。だから1回守ったから、2回目守れなかったから違う人守ったんですよ。そうですね。そしたら預言者の方殺されたんですよ。誰が守ったんですか。なんで？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 趣味やん。趣味でしょ。だから分かった分かった。だからあと一人、あとここや。ここか。ここか。ここかな。いやもう僕違うって分かった。僕趣味。僕趣味。じゃあここや。絶対ここ。ここや。絶対ここ。絶対ここ。絶対ここ。違うから。これは一人でしょ。あと一人。あと一人。ここやわ。でもね。あ、もう勝ちや。いやでもね、その二人が一斉にここやっていうのはね。だって人狼一人しかおらんから、ここがなる。ここが組んでるってことはない。人狼一人。人狼あと一人。人狼二人やったら、二人やったらもうこの時点で終わってるから。あ、そうそうそう。そうですね。そうでしょ。うん。でしょ。なんでそんな三人して僕攻めるから。でしょ。今回結構スムーズにいったね。うん。いい感じで推理できた。リスを選んでも、え？選んでもいいですよ。どういうこと？人狼やから。あと3分。人狼やからね。人狼やから。選んで、まあ勝っても負けてももう終わりですからね。めっちゃ納得してる、あの人めっちゃ納得してるわ。納得するやん。あと2分。そうでしょ。もう分かりやすかったのか。いやいやいや。っていうか、なんでさっきのターンで、預言者殺したのか、そこで。預言者とボディガードとか。預言者の方を殺してる方がいいですね。まあまあまあ、それは。そんな目で見るのやめてもらえますか。もう分かった分かった。いや、やっと思うんですけどね。ここしかない、ここしかない。いいっすよ、どうぞ来てください。えいや、もうここもう切っかけ、ここでええしょ。でも行きましょう。いいですか。はい。いや、おかしいでしょ、この段階で。僕はいつも安嶋店長怪しいと思う。じゃあ行きましょうか。じゃあこの中で怪しいと思う人指さしてください。満場一致で西田マネージャーでいいですか。てかね、もう前から終わらずに。じゃあ西田さん退場ということでね。絶対やってるわ、絶対俺ら勝ちや。絶対勝ちや、絶対勝ちや。あれ、はい、ということでゲームセットはい、ということでさっき人狼だった人教えてください。志学店長でしょ。私です。人狼は、はい、志学さんと岡本さんと西田店長でしたね。やったぜ。やはり処方人狼やったよ。あ、そうなんや。さすが人狼だと思った。やっぱり一つだけ言っときますね、田島市民ですから。田島市民だから。ほんまにすごいややこいね。ややこしいわ。田島ややこしいわ。田島ややこしくない。まあ、ちなみにね、こうみんないるときにボディーガード2人出てきて混乱させるのもありですよとかね、いろいろアドバイスいただいてますので。ガーリーちゃんと言い返そうぜって言われてますけど。言うた通り。赤、ほんまに言い返されへん。止まろうよ。よかった。ガーリー反撃しないとそのまま飲まれるだけやでって言われてます。違うんすよ、もうね、こう口元言われた時点でもう前と一緒やん。もう初っ端来たから、もうとりあえずここ行かんといて思ってたのに、集中浴び出したからもう刺さなあかんやんみたいな。でも、あの預言者ってなんでわかったんですか。庭店長の預言者って、あれすごいないですか。庭店長の雰囲気です。すげえわ。僕あのさんが人狼かなって疑われた。人狼か、もう預言者しかないじゃないですか。ああ、だからガーリン素直やもんねって言われてますね。ガーリン素直。行きましょう。行きましょう。とりあえずじゃあ役職そのままでいいですか。はい。じゃあもう一個次のゲームの時にちょっと増やしましょうか。僕あれ人狼なったことないな。あれ一回もない。一回もないんですよ、人狼。おお。もうなりたくない。うん、笑わへん方がいいっすよ。笑い方がいい。人間笑いたくないもん。じゃあ、OK ですかね。見ました。はい、OK。 じゃあ、目閉じてもらっていいですか。人狼の方を来てもらっていいですかね。はい、OK です。はい、じゃあ、占い師の人。はい、OK です。じゃあ、騎士、ボディーガードの人。はい、OK です。じゃあ、
朝のターンになりますので起きてください。ありがとうございます。絶対西田マネージャーでしょ。今の顔は見もう一回来てもうたみたいな顔してたじゃないですか。あーみたいな見てなかった。またやって顔はしたかった。見たーってしましたもん今。マイマイもちょっとずって笑ったもん。笑ったわ。それ聞こえた。もう西田マネージャーみたいな。早い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 。ちょっと待って、もう一回し直そう。へたったへたった。じゃあいやもう一回もう一回ね、もう一回もう一回やりましょう。まずはね、マイマイやるわ。マイマイやすぎるわ。いやもう二人笑ってたしね。まだマジで。そうなんですよ、あの堤さん以外はそのままやったんですよ。僕も笑いやしやった。また僕ボディーガードやった今。ビカーってしてる。いやもう後ろにクズって笑ってるくらいかなり笑ってると思ってカード新しいの入れます。どうします。分かりやすいのやったら狂言師とかでもいいですけどね。市民といて狂言師はあれです、裏切り者ですね。裏切り者、裏切り者は市民なんですけど、まあ、人狼が勝ったときは人狼側になるんで。めっちゃいいやん、もう狂言者がいいわ。そうそう、だから裏切り者が狂言者みたいな感じです。市民で勝ったらあかんってこと？見た目は市民なんですよ、裏切り者は。結局どっちに最後残っといたら勝ちってことですね。あ、そうです、そうです、そういうことです。最後に残人狼の数が、そうそうそう、どっちにも転べる、ね、残ってたりだな。なるほど。ただこれはね、嘘つくのが上手い人がなると面白いと思いますけどね。何も言えない人は多分そのまま終わっちゃうパターンが裏切り者はね。西田マネージャーはダメじゃない。田島店長はいいやつ。クスって笑いますから。クスでクスで笑う。もうね、田島店長行ったらかき乱されますよ。な市民抜いて、じゃあ裏切り者いきますか。わからん、もうなりたくない。ただその代わり、あの裏切り者に関しては人狼の人も誰が裏切り者かわからないんで、間違えて食べられる可能性もあります。市民なんで、はい。一人で生き抜かなあかん。そうですね、最後残った時に人狼が2人残ってて、なおかつ裏切り者も残ってたら人狼の、あの人狼側になりますね。裏切り者も勝ちになります。だから裏切り者は別にただ喋るだけで、ね、そうです、そうです。もうあの嘘つくだけですね。いい仕事やな。ただ嘘つきすぎると怪しいんで、さじ加減が大事かな。わー、ペヤングは存在が裏切り者やからぴったり。いや意味わからない。市民抜いて池澤マネージャー入れて言われてますけどね。おらんおらん今日。じゃあ一応人狼占い師ないと、裏切り者のターンでいきましょうかね。はい、じゃあちょっとお待ちください。じゃあカード OK ですかね。はい、じゃあ、人狼さん、人狼さん、アイコンタクトお願いしていいですかね。はい OK です。じゃあ、占い師さん、占い師さん起きてもらっていいですか。はい OK です。じゃあボディーガードさん、ボディーガードさん起きてもらっていいですか。はい OK です。じゃあ裏切り者さん教えてもらっていいですか。はい OK です。はい、じゃあ、朝のターンになりましたんで起きてください。もう西田マネージャー目合わせないですからね。確かに。ずっとこっち見てる。いやでもね、カード これ見てるんですよね。あ、裏切り者、新しい役職、もしくはいやけどね、市民ではない。絶対なんか入りましたね。市民ではない。なんか入りましたね。僕は市民です。え今までそんな言わなかった。いや積極的に喋れ言われたんで。裏切り者って裏切り者ね。なんか違うってことでいいんでしょうか。なるほど。確かにその説明あったから。主役店長何なんですか。僕ですか。はい。え、お前自分の見たらいいじゃないですか。市民です。言うとけええのに。いや市民です。嘘やん。絶対嘘やん。市民今回何人ですか。3です。さっき4やったから。市民3しかいない。まあ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 。じゃあ、はい、市民の人。はい、市民の人、はい。やばい、おい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 。あれ。いやいや多いな。いやなんかみんな手挙げてあげへんかったらやられるもんって。え、なんすか。これでも予言者か。なんか手についてんだよ。何それ。おお、わ、裏切り者や。あの予言者です。予言者かって何。なんでボディーガードの人は僕を守ってください。なるほど。
僕は予言者なんで、だから一旦しか無理やね。もう仕方ないです、二旦目死んでもいいんで。僕予言者なんで、ボディーガードの人は僕を守ってほしいです。で、ああ予言で当てるってこと？とりあえず。そう。誰を誰かを。はい、当てるんで、その間守ってほしいです。ないやん。何言ってるの？ないやん。これ僕どこからついてるの？だって僕はただ人狼ではないです。ほんまに。ただ人狼じゃない、ドミノと予言者じゃない、予言者なんで人狼じゃないです。なんで手挙げてないんです今回ね。なるほどね。ただで裏切り者って可能性ある。裏切り者に裏切り者に食べられちゃうやん。2回目違います違います、はい、だから多分違うでしょ。切るんで。そうか、食べられたらダメですもんね。裏切り者は食べられたらダメやから。誰守ろうとしてる。いや僕予言者占おうと思う。誰占ったらいいですか逆に。え、もうそこ、それよりさっき人狼決めなかったやろ。そう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 、とりあえずさっき怪しい。どうしよう、分からへん。いや違う、ほんまに今回清水、あれずっとやってきて、ずっと役職ついてたけど、はい、ようやく市民来たの。それガチな喜びだよ。ちょっとリアルガチな喜びやちょっとリアルや。ようやくそれ演技やったらほんまにうまいわ。いや、うまい役者や。西村マネージャーとりあえず人狼っすよね。僕ですか、はい、人狼ですか。市民です。なんか違うよね、でもね。絶対違う。なんか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 違う。裏切り者かな。裏切り役職、裏切り役職って何？裏切りと預言者とボディーガードか。裏切り者かな。宝でしょ。宝でしょ。なんかね、今のああいうのがなんかね。しまったちょっと言っといていいですか、言っといていいですか、はい、僕もさっきそれで僕市民やって食われたっていう話ですよ。いやいや裏切り者だよ。裏切り者か人狼だよ。あったね。ちょっと待って、ちょっと待って、ね、みんなも簡単すぎる。今回市民3人しかいないからね。うん、だから俺万が一やってだから人狼でしょ。人狼逆もしかり。やばいやばいやばい。しまったしまった。やばいやばいやばい。ほんましまった。喋りすぎた。喋りすぎた。でもほんま市民やから。はい、ラスト1分。じゃほんまっすよ。じゃ一旦残しておいてください。ほんまに。逃れよ。いないよ。一旦いないよ。もうトランプのお面つけるんで一旦残しておいてください。最高つけてよ。じゃほんまに違う。もう見せたい。もう今すぐこれを見せたい。嘘つけやん、もうほんまやって。ジャパネットもそんな言うよ、だってちゃうって、ほんまちゃうって。ちょっともうマジで、これ何なんですか、これ何なんですか。これ市民です、ほんまにほんまにマジ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 ちょほんまそう、ほんまなんで。なんでそんな必死や。ほんまにじゃほんま信じてください。ほんまに信じてください。ちょっと必死すぎるわ。一旦だけでいいんだ。一旦だけでいいんだ。誰か俺に一旦だけくれ。早すぎる、さっきからほんまに。なんでか分からへん。まだ一旦でも終わらないでしょ、ゲーム。終わらないです。終わらへん。じゃあ別に一旦で死んでもいいんだ。はい、時間になりました。はい、じゃあ、怪しい店長行きましょうか。じゃあもうどうせ人類食われるんですよ、僕も。じゃあちょっと今ね、あの見ながら結構指さされそうでした。高田店長が怪しいと思う人、はい、手挙げてください。いいっす、挙げてください。みんな一旦残せず。後悔しますから、ほんまに。ほんま後悔しますよ。じゃあ高田店長ね、言ってますけど後悔しますから、ね、めっちゃ後で、あ、高田やめとけよかった言います。了解です。例え残っててもそんなことない。じゃあ、夜のターンになりますので用意してください。はい、じゃあボディーガードの方、今夜守りたいプレイヤーを1人選んでください。はい、じゃあ、預言者の方、占いたい人を教えてください。はい、じゃあ人狼さん目を開けていただいて、襲撃したいプレイヤーを1人選んでください。はい、 OK です。じゃあ確認できました。
はい、じゃあ、朝のターンになります。起きてください。あれお ボディーガード守らへん、守ってなかった、守ってなかった、うぜえ、ダメ、後ろやちゃんと、なんでなんでなんで、ボディーガードってなんで守らへんのよ。え、誰が、ちょっとルール分かってる、ルール分かってる、ルール分かってる、なになに、ボディーガード、ボディーガード、ボディえ、ボディーガードじゃないです、僕なんなん、裏切り者、人狼、いや、僕市民です、市民ですね、人狼やろ、いや違う違います違います違います、僕を落とさないでください、落としたら後悔します。え、なんで今守らへんの、なんで守らんかったんやろ、予言者、予言者、え、じゃあ予言した人、ちょっと待って、予言者、予言者、えだったとか、え、じゃあボディーガードやったんじゃん、じゃあボディーガードやったんか、ボディーガードやった、あ、そうじゃん、後悔して、嘘、そういうことか、ちょっと待って、じゃあ誰、 そうか、守られへんかったってことか、あ、そうおらんから、ああ、でもさ、ボディーガードおらんから、人狼、今本なら2の裏切者が1の、1のだけでしょ、多分、いや、え、だって、あ、そうか、そうか、そうか、あと市民と、予言者、あともう人狼と市民しかおらんと、裏切り者しかおらん、裏切り者と市民、うん、サンサン、そうそうそう、そう、そういうことでした、え、ってことはってことは、とりあえず人狼をどっちにしろ、人狼ですね、はい、人狼を倒すしかないってことですかね。僕なんかもあれなんかちょっと待ってあれちょっと待ってあれ市民や3連続市民やなんか目張った瞬間何にちょっと顔が赤い、顔が赤いけどなんかあれそんな顔出やすかったでしたっけ。いや、出やすくない、出やすくない、いや、顔赤いですけど、なんか顔出やすいと思う、顔出やすい、市民です、3連続でそんな顔には出ないよ。いや、結構出てるよ、出ない、ちょ、ほんまにマジでほんまに勘弁してください。誰や、いや、これ分からんぞ。けど、この中で2人はチーム分かってるってことですからね、人狼って。そうですね、自分は人狼、人狼同士のアイコンなことがあるわけですよ、この中に。そうですね、ボディーガードと預言者としたら確実に残ってるはずですよね。もうボディーガードいないんですね、おそらく。おそらくは多分やったと思う。例えば裏切り者って疑った場合は僕は、まあ、でも田島店長結構口うまいですからね、うんうん、僕やったら守らないです。西田マネージャーが喋ったのが怪しい。確かに、なんかそんなこと言うからやったかな。今までそんな今までルールうろ覚えやったのに裏切り者どうやこうや言い出したんで、うん、ちょっとなんか知ってる風に言いに来たよね、最初からなんか、まあ、ちょっと口元チェック入りましょう。あ、ちなみにこの時点で次のターンで、人狼がもし2人残ってたとしたら裏切り者も残ってる と、3対2になりますので、狼側の勝ちになります。ということで、この時点で狼を炙り出さないと負けちゃいます。市民の方は、え、裏切り者はどっちでもいいんですよ、まあ、どっちでもいいんですよ、でもまあどっち側に先にとりあえず人狼を生きていてもいいってこと、うん、とりあえず市民の人は、じゃあ僕以外の市民の人は安島店長と、あと誰ですか。僕です、僕です、いやいや私です。市民はほんまにおかしい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 、もうなんかもうこの二人がも怪しく見てしゃあない。いや違う、いやこれはほんま怪しいけど、ね、さっきねちょっと見てたんですけど、あのマネージャーをみんなで連れてる時にパッとこう庭店長の方を見たら全然違う方を見てたんですいや興味なくて今、それは怪しい、ね、僕じゃない、違う、本当に違う、市民です市民です、いや、ちょっと、いや、ガチガチやガチやガチ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 、分かる分かる、人狼やったらいやいやいや逆に、いや、でも俺は多分西田マネージャーだと思うんだけど、いや、僕西田マネージャーと思います、あと1分、僕西田マネージャーと思います、とりあえず、いや、いいっすけど、僕は西田マネージャーだと思う、いや、まあ、とりあえず、裏切り者でも殺しとかなかったら、え、西田マネージャー、裏切り者を殺しとかなかったら、うん、うん、西田マネージャーだと思います。なんかいきなりまた僕来たしこれ、ね、大体次のターン行ったら人狼は1人減ったってことだよね。減ったってことだよね。
絶対後悔しますよ。まあいいですけど、この段階で後悔するってなんすか。何もないのに。予言者はボディーガードが決まるから。まあまあでも、はい、こっち後で行ってくださいよ。なんかこのいつも早い諦める感じもあるし、なんか、ね、人狼っぽいですよね、はい。あ、電話来ました。佐藤店長とかじゃないですか。あ、着いた。はい、じゃあ時間になりました。あれ。じゃあちょっと丹羽店長帰ってきたらあれしましょうか。もう丹羽店長も決まってるのかな、誰か。決まってるでしょ。決まってる。じゃあ一応、聞いておきましょうか。あ、はい、じゃあ開けましょうか。はい、じゃあこの中で怪しいと思う人を指さしてください。これはあれですかね、西野マネージャーでいいですか。じゃあ西野マネージャー。西野マネージャー今誰指されたんですか。僕は小田山です。わかりました。あ、なるほど。じゃあ西野マネージャー大丈夫ですね。詳しい。はい、じゃあ夜のターンになります。次、北山マネージャー怪しいです。はい、いきます。じゃあ、ボディーガードさん、ボディーガードさん、守りたい人を一人選んでください。じゃあ預言者さん、預言者さん、預言したいプレイヤーさん、占いたい人を教えてください。人狼さん、人狼さん、襲撃したいプレイヤーを一人選んでください。 OK です。はい、確認できました。それでは朝のターンいきます。あ、この段階ってことは、はい、どういうことですか。それは人狼が、もしくはガーリンちゃん、ガーリンちゃん。え、人狼2人で市民が3ってことはないんですか。もうそれはないんですか。え、一応言っとくと、もし占い、裏切り者が残ってるとしたら市民扱いになります。あ、そうか。だから、もし人狼が残ってたとしたら 2-2 ってことですか。でも 2-2 やったらもう終わってるから、人狼はでも西山です。あ、ってことは、西山マネージャーを先、北山マネージャーさせましたよ、指。人狼誰と思うっていう。ってことは、ってことはどういうこと。分庭店長や、これは。ってことは、市民ってこと。いや、僕は人狼だから、うん、人狼やったら人狼刺さないじゃないですか。普通で考えたら、うん、だから、ま、マネージャーが市民ってこと。僕がほんまに市民じゃないですか。いやと思います。ほんまにですか。いや、やと思います。はい、やと思う。やと思う。そう、やと思うってことは、はい、だってね、もし西田マネージャーが、まあそれもありますよ。それもある、それもある。で、やと思うっていう、やと思うってことは違うってこと。うん、市民って言い切ったらいいのに。うん、市民。やっぱなんかおかしいですよね。顔が赤くなったりね。顔赤くなってないよ。あと3分。今これ何？僕市民ですよ。え、ボディーガードって言ってなかったっけ？え、ボディーガードではない。それ前のターン。それ前のターン。前のターン。前のターン。ボディーガードではなかったけど。庭店長じゃん。庭店長もめっちゃ足持ってる。いやいや、ここに来てなんか庭店長。違う。いや、やっぱりガチで。どうすか、どうすか。違います。ガチで違う。違います。違う。違いますか。つづみ店長ですか。違います。いや、違うね。違う。ここの舞台ちゃうの。いや違う、絶対違う。もう一人しか終わってる。人狼やったら終わってる。違うんすか。人狼と多分裏切り者が一人いるんですよ。人狼1位、裏切り者1位、市民に言っちゃいますよ。え、でも裏切り者は市民扱いになるって言われましたよ。そう、だから、まあ残ってるか、まあ死んでるか。あ、死んでるか。あ、そうか、そうでしょ。え、人狼に市民にやったら、まだ分からない。まだ分からない。え、人狼に市民にやったら人狼の勝ち。え、もう勝ち？だから、あ、この中で人狼は1位しかない。この中で人狼はもう1人です。あ、1人しかない。あ、そう。まあ、西田マネージャーは人狼確定です。確定。はい。でも
堤店長がいつものと違うなんか。いや、そんなことない、そんなことない。なんかいつもね、いつも僕攻撃するけど、そんなことない。ずっと堤店長、ずっと堤店長いるけど、一回も当たってない。全然ちゃうかったし。いや、僕ほんと、怪しいのは僕ね、庭店長だと思って。人狼は僕ね、庭店長だと思って。自分は何？今の。いや、僕じゃないです。僕、いや、違います、違います。でも何？いや、僕は市民です、市民。いや、北山マネージャーちゃうかな。俺は市民。なんかおかしいもんな。ちょっとおかしいなと思うけどな。僕と鈴見店長が市民やとしたら、うん、もう一人でしょ、あと。あ、ここでしょ、じゃあ、それやったら。で、これターンで決まるってことですか、でもこれ。はい、終了。やばい。どうしよう、どうしよう。わからん。じゃあ僕ではない、ただ一つ怪しいと思う人、北山マネージャー行っとこう。炙り出してください、北山マネージャー。あ、やばい、22。じゃあ北山さんと、ですね、そうですね、右っすね、オカルトさんと北山マネージャーが丹羽さん、はい、じゃあ、オカルトさんと、堤さんで決戦投票になりますね。じゃあどっちか、あ、どっちかってこと？はい。どういうこと？じゃんけん、そういうこと。え、どういうことですか？あ、じゃんけんするって言ってます。じゃんけん、じゃんけんの方がいい。最初はグー、じゃんけん。はい。じゃあ、じゃんけんとかほんま言わん。ほんまこういうけよ。じゃあ、2多かったですけど、どっち行きます？僕、2の？庭店長です。じゃあ、庭店長退場でいいですかね。はい、この時点で人狼の勝ち。そう、裏切り者。僕、予言者やったから、はい、最初北山マネージャーが入ったんで、北山マネージャーを占ったんですよね。ただね、占い師の、あの占いは、裏切り者は市民なんですよ。あの、人狼ではないので、役職的には罰になるんです。人狼やったら丸ってできるんですけど。僕は占ってくれたんですか？あ、僕に、してないです。堤さんは占ってない。してない、してない。ちょっと僕は疑ってない。言っといたらよかったのに。占い師って言ったらよかったじゃないですか。そう、いや、僕さんと、いや、そこ、いや、これだからね、人狼と市民のみにしましょう。もう分からん。ややこしい、ややこしい、もうややこしい。ちなみにさっきの22の段階で裏切り者自分で出ても大丈夫やでっていうのもアドバイスをいただいてました。あの村人に人狼人になるから、はい、あの狼が炙り出されない限りは勝てるからっていうことで、さっきので裏切り者って言うとよかった。そうです、そうです。え、これ予言者とか先に言うの？ほんまに、誰と言うてるでしょ。僕消したボディガード。え、一番最初に市民、市民、一番最初に。いや、ボディガードだったん、予言者というから。あ、違う。え、ボディガード誰やったんですか？ボディガードはタジ。まあ最初から嘘ついてる。なるほどね。だから前嘘ついてたんや。何嘘ついた？ダブルでその系のこと言ったから余計ややこしくなっちゃったんです。ほんで何も言わないでしょ。そうなんですよ。なんかもう最初決められないじゃないですか、ボディガード、あの予言者って言ってたら。絶対ボディガードで守られるって予想で消されないんで、その後から言っていこうと思って。佐藤店長ね、はい、JR 吹田駅前の佐藤店長合流しましたね。遅くなりまして。いえいえ、お疲れ様です。お疲れ様です。告知しときますか、JR 吹田。はい、まあ明日もファン感謝デーがございますので、はい、ぜひぜひご来店いただきたいなと考えております。はい、よろしくお願いいたします。え、トランプ？トランプ大統領。神経衰弱。じゃあどうしましょうかね。オカルトさん、もうちょっと分かりやすくやりたい。もう市民だけにしましょう。でも意味ないやん。狐いるよ、狐。狐入れますか？狐入れた。狐はもう個人戦ですけどね、完全に一人勝ち。まだあるハンターもこんなついていかれない。こんな。多分ね、ハンターとかね、人数多かったらもうちょっと機能するかもしれないですね。狐はあれですよ。あ、来ました？あ、お疲れっす。あ、小鶴店長ね、白石店長も合流ということで。これで全員集合になりました。神崎店長でかい。そうですね。とりあえず今日これ全員で。はい。はい。じゃあ白石店長もね、合流ということで。
皆さんは結構ね、裏切り者抜いて狐やってみてって言われてますけどね。あ、いいじゃないですか。狐で、ちなみにじゃあ狐のルールは、狐は個人戦になります。人狼とも、村人ともつるみません。ただあの預言者、預言者の方に占われたら、その時点で死亡します。え、人狼では食べられない？食べられない。おー、いいなー、無敵無敵や。ただ狐が死ぬとしたら追放されるか占われるか、なるほど、どっちかです。はい、食べられることはないので。あ、そっか。ただそのこの議論の時、人狼は言いたいけど言えないんやね。そうですね、あの議論の時に、キツネは追放されたら負けになりますけど、うんうん、まあ、あとは預言者の方が占っちゃったらもうその時点でキツネはアウトです。入れましょう、これ入れましょう、入れましょうか。じゃあ裏切り者抜いて、インがボディーガード、占い師、キツネ、人狼。画面見て初めて思う、裏切り者ってついてました。画面どこね。画面どこで裏切り者って書いてある。やらしいよね、だからね。じゃあカードいけますかね。はい、じゃあ裏切り者アウトにしますね。お願いします。狐は結構個人戦なんでね。あの、狐引きたいな。狐引きたい。狐面白そう。いやもう人狼が嫌やわ。いや2回も引いてねえけど。じゃあちょっと桜ね、刺したりこう自分が負けないように。あ、またね、ミクニの事務員さんも見ていただいてありがとうございます。ミクニの事務員さんが見てる。そうなんですよ、はい、前ね、あの新大阪の時に遊びに来ていただいて、本当ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに狐は狼よりも難しいから頑張ってねって言われてますね。はい、個人戦なんでね、これは。じゃあ行きましょう。カード行きました？はい、確認 OK ですか？はい、はい、じゃあ、寝ていただいていいですかね。はい、じゃあ、人狼さん、人狼さん、起きてください。はい、 OK ですね。じゃあちょっと名前だけ出させてもらおうかな。よいしょ、ちょっと待ってください。キツネは、あ、キツネ、人狼2人はキツネが生き残っちゃったら負けになることに注意してねということで、そうですね、多分人狼2人残ってても多分狐残ってたら狐の勝ちになってたと思うんで、狐はあの本当に占われるか、追放されるか以外は負けがなかったと思いますね。はい、じゃあ次、占い師、預言者の方起きてください。はい、確認できました。次、じゃあ騎士の方起きてください。はい、確認できました。じゃあ、狐の方起きていただいていいですか。はい、確認できました。じゃあこれでゲームスタートします。起きてください。さあ、誰や、人狼誰や。とりあえずね、飛ばすよ。ちょ怪しい。とりあえずね、一番初めに言うの怪しい。とりあえずうるさいよ、こっち。とりあえず待って待って、なんか今日僕結構殺されてますけど、悪いやつ一回もない。確かに今回も、今回も市民なんで。ただ嘘ばっかつくやん。嘘つくから、嘘つくから。宮田店長待ってください、よく思い出してください。最初嘘つかないで追放されたんです。あの、さっき役職がついた時に嘘ついただけです。なんですか？いや、ちょっとあの参加したかったっていう。ややこしい。あの、俺も一緒やから。さっきから全部市民引いて全部殺された。ほんま見事に。そうなんです、ほんまに今回僕ほんまに市民なんで、ずっと市民なんです。悪いやつ引いてないです。人狼は2人でしょ。いやいや、おったおったおったわ。だんまり、ちょっとこの誤定まがありました。お疲れ、お疲れ様です。お疲れ、お疲れ。はい、あの市民です、僕は。大丈夫ですか？いつも市民。いつもやもんな。いや、もういつも言ってるんですけど、疑われるんです。いつも市民しか言ってない。主役店長は何ですか？主役店長。逆に他は言ってない。主役店長、またカード見てる。店長、なんでやないの？いや、ナイトできない、できない。あってもできないよ、なんで。ナイトできない。市民やったらなくてもできるやん。市民じゃないやん、もう。確かにね。これってね、この時点で、特別な役職とかやったら、はい、申し出た方がいい。アドバイスすると、1ターン目はやめた方がいい。様子見た方がいいかも。消される。まあ、わかんないけどね、誰が役職かは。はい、とりあえず何かやる。人狼か、預言者か。人狼じゃない。
ボディーガードか、うん、多分言者かボディーガードか、預言者かボディーガードかキツネか、預言者かボディーガードか、人狼ではない、分かってたから裏切り者なくなったんか、あと3分でいきまーす。裏切り者なくなりました、ね、ボディーガードとりあえずキツネでしょ、うん、キツネかキツネじゃないです。いやでもキツネやったらさ、わざわざ特別な、特別言わないから不利になる、役はなんかついてる、騎士とか、それはついてそう。ニワ店長、ニワ店長、堤店長がさっきからずっと怪しいと思います、僕は。いやいや、今回はもうない。そうだって、4回と2回だから。さっきから騙されてる。結局、堤店長やと思うんですよ。堤店長ですか？うん、違う。これはマジで違う。ニワ店長、ニワ店長、絶対自信ある。先騙されるやん。いける。先騙されるやん。いける、今回いける。俺、さっき人狼に命越ししましたからね、一発目。俺じゃない言うた人狼こっちみたいな。ほんま、やってもた。頼る人間違えた思って、ほんまに。やらかした。人狼料金その味方してくれよ。でもあれ難しい、ほんまに難しいと思う。素でいけへん、人狼だから。大魔王ね、じゃあこの辺にキツネってついてますよね。市民じゃん。大体市民じゃん、一般市民やん。難しいな。いや、これ最初は難しいですね。最初は難しい。うん、フィーリング最初は難しい。もうフィーリングですよ。うん、まあ、とりあえず西田マネージャー指さしたらいいですね。また僕。いや、待ったって結構行ってますよ。いや、今回違う人。これ絶対市民や。これちゃうわ。これちゃうな。ちょっとなんか余裕があるもん。ちょっと顔入れるくなって。顔入れるくなって。全然ちゃうわ。ちょっと血行が良くなって。見てる限りずっと顔色悪い。確かに。それ確かに。結論は困った時の高田店長。誰か誰か助けて。あと1分。じゃあもう、じゃあ1個思ったんですよ。僕や思うやったら占い師占ってもらったらいい。いや、その時間が無駄なの。その時間が無駄。でも1個いい。僕が市民って分かります。何を言ってるの。じゃあ占ってもらうやん。で、市民ってわかるでしょ。じゃあ占い師さん手を挙げてもらって、いや高田店長市民でしょ。誰も聞いてないよ。誰も聞いてない。もう疑いだし、俺もう次疑われたらこれずっと使おう思って頭の中にこう誰も聞いてない。ずっとシミュレーションしとったのに、もう白石店長じゃないですか。僕は市民です。市民ですか。はい、白石店長わからない。これも最新書はもうなんかね、こいつもわからないかな。でもね、ちょっと唇白いですよ、ね、今日は怪しい。怪しい。本当にあのごさだまが多くて忙しい、忙しい、やばいやつ。忙しい、忙しい。なるほど。でも一つだけ言えることは、佐藤店長一切喋ってないです。そうだよ。いやでもいつもでしょ。今回何戦目なんでしょうか。4戦目で一発目全部。ってことはやっぱ高田だ。違う俺ほんまに全部ちょほんま初めの庭店長並みに死んでますよ。僕いっちゃん初めに、僕いっちゃん最初、僕しかね、もう全部間違い、全部もう全部いってましたもん。だから喋らんとこ。ちょっとっ、じゃあ時間になりました、いやほんまに時間と無駄よ。僕を殺すだけ。とりあえず怪しいと思う店長どうしましょうかね。じゃあ高田店長ちゃうほんま違う。とりあえず聞いてみましょうか。じゃあちょっと待って、俺逆に人狼なりたいもん。言うてる、願望言うてる。ほんまに言うやったらもう人狼なりたい。ほんまに。じゃあ、ほんまに。いや、ガチな趣味なのに。ほんまに。ガチの趣味やった。じゃあ役職もいけない、人狼にもなれない、ただの市民。まだ市民、ただの市民だ。とりあえず一人ずつ聞いていきます。じゃあね、高田店長が怪しいと思う人挙手。ちょっとこれ一人。じゃあ、堤店長が怪しいと思う人挙手。一人。じゃあ白石店長が怪しいと思う人。ゼロ。あ、一人。いやでも本物でしょ。分かれてますよ。西田マネージャーが怪しいと思う人。ゼロ。岩商店長が怪しいと思う人。ゼロ。オカルト店長が怪しいと思う人。ゼロ。北山マネージャーが怪しいと思う人。お、一人。田島店長が怪しいと思う人。あれ、これもう3秒入りましたね。邪魔やこんなもん。いつは疑われてなかったやん。邪魔やねこれ。3票入りましたね、これ。支持率が強かった。支持率が強かった。ちなみに、佐藤店長とあずあず店長は誰が怪しいと思いますか。私は
まあ、静かやなと思って今回は。あ、安島さん。いや、安島店長、ね、大概最初は静かなんです。そうそう。途中から出てきてから、途中から。様子見てるんですよ。あの、佐藤店長、喋ってないですねって振られたら、すぐ高田手順を振ったから、あれと思って。お互い怪しんでたんや。なるほど。まあ多数決で多数決で最初とりあえずとりあえず人狼でしょ人狼でしょえでもこれどうせ僕人狼に食われるんですよいやもう人狼で何でもいいけどとりあえず邪魔やから何でもどうせ人狼に食われる人狼に食われるボディエースでもボディエースでも何でしてももうちょっと消そうはいじゃあ夜のさん行きまーすとりあえずペヤングバイバイって言ってますねはいじゃあ行きましょうじゃあ、預言者さん預言者さん起きてください、占いたいプレイヤー選んでくださいはい、じゃあボディーガードさん、ボディーガードさん、起きてください。守りたい人、一人選んでください。はい、OK です。じゃあ、人狼さん、人狼さん、起きてください。じゃあ、今夜、襲撃したい人、一人選んでください。はい、OK です。じゃあ、朝のターンになりました。起きてください。あれあれおおすごい守られたすごいすごいすごい守った守られた守った守った誰や守ったっ守ったっていうかえちょっと待って人狼誰が選んだあ狐あ狐やったじゃん狐やったじゃん狐やったじゃんえどういうこと狐ってどういうことさあ一人勝ちの食べられへんから食べられへん人狼にどっちかあそうか狐を選んだから守った狐やったはいじゃあ5分間いきまーす狐やったんや狐やったんや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 ってどういうことやったんやだって狐今回初めてずっと特別かなんか役ついてるはずそうそうなんか役はついてるえかでもボディーガードが守ってるかですねそうそうそうかどっちか守ってるか狐かボディーガードに守られたかどっちかですねていうかボディーガードは言うと2回も守れないんでしょ同じ人を2回も守れないんでしょまあ次殺されるからボディーガードはじゃあいつ名乗ったらいいんですかボディーガードはでもまだまだ早いでしょ預言者はまだ名乗らん方がいいまだ名乗らん方がいい預言者ってね、その何でしたっけ当てて、誰か、あ、人狼かどうかだった場合人狼か役職を教えてもらえるんですよそうです、そうですこの人は人狼か人狼じゃないかを選びますその人は退場なあ、なるほどということは、預言者じゃないっていうんですね預言者ではない預言者ではないってことですねはい、今ああ、そういうことですねなるほど、なるほど人狼ちゃうか人狼ボディーガード狐狐なんか入ってる、なんか入ってるね。あの確認だからまあ、なんか入ってる二人。どうだ。なんか。でもこっち。これ狐ね。こっちね。わあ、赤いやつ。狐の赤いやつのやつ。CM にしたか。もう命かけますよもう。変でだね。声出ます。声出ます。声出ます。全然声出ます。声出ます。声出ちゃうよ。大丈夫。狐やな。え、キツネは殺されへんやったっけ、ずっとそう、キツネは人狼食べられる僕らが当てるか、預言者に刺されるか、どっちか、そうえ、キツネ言うたらいいんですかいや、あの、まあ、追い出すならね、狼的な扱いであ、人狼キツネやと思ったらもう、追い出すから追い出す、待って一人が刺されるちなみに、役職ついてる方はこの時点で名乗り出てもらっても全然大丈夫ですのでおー、そうなんやただその代わり食べられるリスクもありますので気をつけてくださいまだ早いでしょ、うん、まだ行かんほうがいい必要もないですねまだ行かんほうがいいめっちゃ見てるっすあれ言いたそうやけどマイマイさんがそう言っちゃったからさあ言った方がいいんかなと思っちゃった今、うん、あもう言っちゃいました以上ね、まだちょっと人狼分かってない人もいるかもしれないんではい守りました最初のターンへー多分なんか役ついてんのかなと思って守りましたボディーガードじゃあ人狼はこれ狙いにいったってことの可能性が高いですね、うん、かキツネかかキツネかここからキツネを狙いに行ったかってことですかということは次のターン人狼がここ狙いに行ったら、うん、まあでも他にキツネがいるとか、うん、他にキツネがおったらまあ死ぬけど、うん、そうじゃなかったら生き残るから狐確定でしょ。だから、何とりあえず狐の取り方を防ぐためにね。とりあえずけど、狐やろ。いや今の段階で狐
やって言わんの。いや、通じゃないです。分かってるから。これはだから僕は市民ですよ。さっき言っときますけど、あの人狼がここで市枠店長を選んだら、まあ市枠店長が残ったら、残ったら、もう確定やから、ああ、うん、とりあえず殺す必要なんですね。殺す必要。最初の方では。はい。後で殺したら、ね、とりあえず置いといて。だから人狼の人はこの人狙いに行ってほしい。そう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 。あ、だから指刺さんでええかなっていう。はいはい、はい。ああ、なるほどなるほど。ここではまあ追放はせんでいい。うんうん、そうそう、まだまだね。キツネに見えてきたもん。キツネなんや。守りに行ったけど。守ってくれたんですか。うん、守りに行った。茨城サイドの絆。マジですか。茨城サイドの絆。思ってないな。やのに、うん、思ってないな。動画のマジかをずらしてくれって言われた。動画にずらす。サイトの気持ち分かってくれない、なかなか市場入ってる市場入ってる市場入ってるはい、時間になりました。分からん、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 とりあえず、そろそろ人狼になってるの。じゃあ一人ずつ聞いていきましょうか。分からんな、今の全然。いや、分からん、もう終わり。時間、高田ちゃん、高田ちゃん、あんま喋らんかったんですけどね、今回このターンターン待ってくれ、打てましたもんね。そうそうそう。じゃあ一回聞きましょうか。じゃあ、誰かほんま雇ってじゃない、あの占ってちゃうんだよ。じゃあジャパネットね、高田店長が怪しいと思う人挙手。迷ったら消す。じゃあマジで俺もう絶対大丈夫だよ。そうだよ、喋る人はね、どうしてもね。次喋らん、もう次喋らん。市民やと思うんですけど。はい、じゃあ夜のターンいきます。出ましょう。もういいよ。はい、じゃあ、ボディーガードの方起きてください。じゃあ、守りたいプレイヤー一人選んでください。はい、じゃあ預言者さん、預言者さん起きてください。じゃあ、占いたいプレイヤー選んでください。はい、じゃあ人狼さん、人狼さん起きて、襲撃したいプレイヤー一人選んでください。はい、じゃあ朝のターンになります。起きてください。え、あ、そうだよね。ボディーガードを殺しに行ったんや。そういうことか。ボディーガード殺しに行くよね。殺されるでしょうね。殺されるでしょうね。間違いなく。じゃあ40分まで行きます。4分間。じゃあとりあえず狐やから。狐やからとりあえず。とりあえず。まだいいんちゃいます。違う。狐はまだ。最後の最後までそれなりに残そうといいんだ。それなりに残ってるから。それなりに。それなりに。それなりに。あと何？え？え？でも。え？え？あ、そうか。そうですね。残しとったらいいです。まだ残しとる。というも問題はないですね。一人勝ちになるだけ、うん、ね。まだ大丈夫、ま、次のターンぐらいで消したら、次のターンぐらいで消したら100% 消されるんですよ。 100% 消されるんですよ。予言者の可能性もあるんですよね。予言者の可能性もあるんですよ。予言者の可能性もある、うん、あるんですよ、うん、最初ボディーガードが守ってた。あ、そうだ、守ってた、ね、うん、けど狐がもしかしたら他にいるかもしれない。そうだ、人狼が1ターン目にどこ狙いに行ったかかってことや、うん。え、でもね、このターンで預言者がなんかこう、この人やこの人やって言い出さへんのが、あ、まあ確かにおかしいから、もう死んでる可能性もあるんですよ、預言者は。あ、預言者誰？いや、佐藤店長ちゃいますよ、預言者。いやいやいや、なんで役付いてるの？いや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 、なんで来ていた人が市民ですよ。市民じゃなさそう。ちょっとおかしいですよね。ちょっとおかしなってきたぞ。市民じゃな、ないと思う。うん、なんかついてる。なんかついてる。なんかついてる。でも預言者が狐っす。狐が人狼かですよ。はい。久しぶりすぎてね。僕もよく、ただ庭店長がものすごく怪しいんですよね、ただ。何かヒーリングで、あのヒーリング、ヒーリング全然当たってないです。確かに一回も当たってない。いや、怪しい、ね、怪しい、うん、なんか怪しい、庭店長怪しいです、ほんまに。なんかほら、なんかちょっとおかしくない。おかしくないでしょう、ね、え、ちゃんと分からん。僕も黙ってこう思ってるから。人狼じゃん。いやいや、人狼じゃない。違います、違います。
人狼やったとしても人狼のパターンもありますよね、最初は。いやでもそれは違う、それはやっぱり人狼、予言者が人狼が、ああ、でもそうか、でもなんか役職がないや言ってたもんね、うん、役職がないや言ってたんで、うん、まあ人狼やったら壊れることないですもんね、うん、確かないですよね、相手、うん、佐藤何かついてると思う。なんか、うん、何もついてないですよ。何かのこと。ここ文字出てないですか。大丈夫ですか。ラスト1分。え、今ボディーガードと裏切り者と。裏切り者はないです。ボディーガード占い師。予言者。予言者でした。結局ボディーガードは死んでます、ね。ボディーガードは死んでる。ああ、多分ボディーガード。でもここ守ったんでしょ。ここ守ってし。ここ守った。でも人狼がここを食べに行ったかどうかわかんないです。うん。この人が人狼かもしれない。この人が人狼かもしれない。予言者で守られた。人狼も守れるんですね、結局。減らんかったじゃないですか。もしかしたら、狐、他の狐を狙いに行ったかもしれない。狐、ね、たまたま狐やったって可能性もあるやったら狐じゃない可能性もある。狐じゃない可能性もある。はい、時間です。ちょっと待って、ちょっと待って。もう一旦殺しておきます。そろそろ。とりあえず締め出しましょう。ややこしいからね。ややこしいから。この人。この人ややこしいから。じゃあ、あの、怪しいと思う人を、指さしてください。え、オカルトさんが怪しいと思う人、じゃあ、ミナ、はい、あ、じゃあ、オカルト店長大将。はい。はい、じゃあ、夜のターン行きます。夜行くんや。まだおる。はい。じゃあ、ボディーガードさん、ボディーガードさん、守りたい人を教えてください。はい。予言者さん、予言者さん、予言したいプレイヤーを選んでください。はい。じゃあ、人狼さん、人狼さん、襲撃したいプレイヤー1人選んでください。はい、じゃあ起きてください。はい、じゃあこの時点で、キツネが残ってるのでキツネの勝ちです。どういうこと？ちなみに市民が2人、人狼2人なんですけども、まあ、この時点で言うと、人狼の勝ちになるんですが、キツネが1人残ってるので1人勝ちになります。すごい！すげえガーリー。すごいじゃん。誰だ？マジで？そういうこと。人狼は？そうなんです、人狼が残ってても、キツネが1匹残ってたらキツネの勝ちなんです。オカルト、そう、ちなみに役職をばらしていくと、オカルト店長が予言者。いや、予言者やったら予言者言うたらいい。そう、あの、オカルト店長ね、ガーリーおめでとうってね、言われてます。誰予言してたんですか。ちなみにね、オカルト店長、もしあの勝負出るときは、はい、あのもし予言者だったら、あのこの人予言してあの人狼じゃなかったですっていうのも言って OK です。そのどこのタイミングで言ったんですか。そこなんですよ、タイミング。2ターン目でもいいです。もう2ターン目でもいいです。ただもう次だって最初もうきつい言われた時点でもうこれ黙っとった方がいい。ちなみに、まあ、あの役職の方は2日目か3日目ぐらいで出て行っても大丈夫やでっていうアドバイスを今いただいてます。まあ、あの予言者しか知らないんで、その情報を、人狼じゃないっていうのは、それは教えてあげても大丈夫です。結局、白石店長が怪しいってことでしょ。ちなみに人狼は、白石店長と丹羽店長でした。ほらーほらーほらー白石店長あかんわ、もうほんまに結局白石店長だって、もう唇の色戻って。また唇の色戻ってんもん。ちなみに、ボディーガードが堤店長でした。はい、あ、そうですね、それは。でも宝店長殺そうとするから、はい、もう俺喋らん、もうさっき言ったけど、もう何が来ても喋らん。出た。もう喋らん。誰も喋らんけど、進まへんから。喋って。そうよね。喋ります。もうあの狂言でもね、いいんで全然出てきていただけたらと思います。わかりました。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ先と同じカードでいいですかね。行きましょうか。ちょっと笑ったの。はい、行きます。じゃあ人狼の人、目を開けてください。はい、OK ですかね。じゃあちょっと、お名前出しますのでお待ちください。よいしょ。じゃあ次行きましょうかね。じゃあ占い師の人、目を覚ましてください。あ、予言者ですね、予言者の方。
はい、OK です。じゃあ、ボディーガードの人目を開けてください。はい、確認できました。じゃあキツネの方目を開けてください。はい、確認できました。はい、じゃあこれで OK ですかね。じゃあ起きてください。誰や、誰なんや。うるせえ、うるせえ。そうだよ。でもさっきなんか見た瞬間違うとニヤッと笑ってた。笑いながらこうやったから、なんかもうなんかおかしいなと思って。やっときたんですね。やっときた感じだよ。うれしそう。めっちゃうれしそうな感じ。何かついた。もう市民じゃない。市民じゃない。何かはついた。市民じゃない。何かついた。嬉しくて仕方ない。やっとついて。ほんまに。キツネでしょ。え？キツネでしょ。キツネじゃない。ほんでは人狼でしょ。ほんでは人狼でもない。ほんでは占い師でしょ。いや違う、あの言うとくけど占い師や。占い師。じゃあ5分ね、5分間行きます。いやいや置いとこう、これは。人狼じゃないしキツネじゃないから、ほんまに置いといたらいいと思う。とりあえず置いといてほしい。え、ボディーガード。ボディーガード。え、違う違う。え、じゃあ何。じゃあだから言わないよ。あ、まだ言わない。言わない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 けど、ついてる。ついてるついてる、ほんまについた。でもついてニヤって笑うかな。別についてるっていらないと思います。ついても、いや人狼やからニヤって笑う。そうだな、怪しすぎる。いや僕結構初心者で、人狼ついたらちょっともう、あ、やべってこうなります。いや嬉しさっき言ってたじゃないですか、向こうで役ついたら笑ってまいそうやみたいな。言ってんやろ。それ言って、それ言ってない。こいつ怪しい、こいつ怪しい。それは言ってない。あのね、言ってません、我々は。あの、何回連続で最初に消されてるか。今回も市民なんです。今回も市民なんです。人狼のマーク。何言いません、何言いません。人狼のマークついてるやん。人狼。今回の、この報道は諦めようかなと思ってます。今回でもほんまに市民なんですよ。また市民、市民。このシールを自分で言ってたんだ。これこれ、これさっきここに落ちてたやつじゃないですか。これお前なんか、でもついてるってことは、うん、自分で言ってた。どういうこと、どういうこと、どれに答えたいですか。これだけで。ただ、これついてるだけで僕人狼って言われるんです。おかしい。印、人狼っす。白石店長が人狼です、とりあえず。市民です。ただ、あの、唇のこと。唇の色は大丈夫。悪いやん。さっき真っ白。ガチの真っ白だから。市民です。今回大丈夫だな。西田マネージャーは今回何なんですか。僕市民です。いやー、ちゃうな。ちょっと腕上げてきてるから。なんかついてるわ。西田マネージャー。ちょっとずるい。今だって口元隠そうとして、ちょっとでもそれはまずいと思う。褒めたもん。揺れてるもん。褒めたもん。呼ばれてる。学習してる。学習したけど、でもずっと揺れてますよね、西田マネージャー。そう。確かに。ずっと口隠せない代わりに。そういう揺れるのは普通に揺れるんですよ。さっき揺れてなかったよ、でも。いやでもね、私市民です。いやーってしたじゃないですか。なんか違うと思う。普通やったらね、否定しますよ。あ、それさっきキツネです。さっきたち人狼やったんですよね。僕は市民です。しわくてんじゃん。見んでいいんすか。いつものやつは確認。あ、もう確認はいらないですか。今回分かりやすかったです。もう大丈夫な意味がある。もう分かった。分かりました。ルール分かったから。ルール分かった。最後なんて分かりました。カードのカードからでしょ。ええ、簡単やなんでしょ。え、悩む必要ないカードなんで。いや人狼か。いや人狼ではない。人狼ではない。いじめられてるみたい。人狼ではない。人狼ではない。命はかける。命かけます。それを会話に何の意味がある。命軽いな。意味わからない。命はかける。いや、違います。違います。あと2分。目合わせてくれへんな、思ってこう。いや。いや、違うんですよ。別に疑ってはないです。あ、本当ですか。私、市民じゃない。疑ってはない。疑ってないです。人狼分かりますもんね、ペア。人狼やから。カードが分かりますもん。ペアやから。ペアやから、分かりますもん。それで、それ、さっき僕、それで人狼やったから、疑いますよ、そんなやつ。あれ？だってさっきからそれで、マジで違う。
違う。いやでもね、今日はね、うまいよね。いやでも人狼これ来てた。ただね、僕庭店長が全然わからんかった。ちょっとあんま喋らんと思うと思うんで、喋ったら消されるから。でも今回マジだからな。はい、1分。高田店長ニヤッとしたのあれおかしいよね。高田店長ですか？いや僕西田マネージャーと思うんですよね。西田マネージャー？西田マネージャーと思うんですよ。僕はあの選んでもいいですよ。いや、ただ人狼じゃないと思う。人狼ではないと思う。人狼ではない。後でもいいと思います。分かりやすい意味だから。キツネやん、それ。キツネやん。じゃあ、これちゃうの？さっとでもいいよ。まだキツネちゃうの？え、無害、無害。無害、無害。いや、なんかあるんでしょ。なんかあるから、あとでもいい。まあ、なんか役はついてますな。なんか役ついてる。みんな役ついてるやん。役ついてるやん。ついてるやん。ついてます。役ついてる？役ついてます。私も店長に。趣味。僕も趣味ですよ。初めと変わらん。これついてこれついてたら撮ってる、撮ってる、なんか撮ってる、怪しいな。はい、時間になりました。どうしよう、ちょっとここで時間。じゃあ、一人ずつ聞いていきましょうか。ちょっと決まってない、わからん、わからん。また最初消される、大丈夫ですかね。はい、僕のことは。いや、まあ、大体2人やなと思って最初。いや、今回大丈夫、俺だって役ついてるって、こんだけ落ちちゃって。じゃあ、とりあえず聞いておきましょうか。じゃあ、田島店長が怪しいと思う人。おお、ゼロ。びっくりした。じゃあ次、佐藤店長が怪しいと思う人。ない。安島店長が怪しいと思う人。ない。ボソボソ言うわ。一言ずつコメントやめてもらえない。高田店長怪しいと思う人。マジで3人ね。はい、人狼ちゃん、この3人。3人3人。はい、OK です。じゃあ、つつみ店長が怪しいと思う人。はい、はい、あ、重い。重いよ、あ、みんな。あ、じゃあこれ人狼だと思う。ちゃう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 、ほんまにちゃうから。じゃあ、つつみさん、退場。ほんまにちゃうから。つつみさん、退場。あれ、そんなの意外でしたね。みんな、満場一致。そうだったね。ちゃうよ。はい、じゃあ、夜のターンいきます。いや、違う臭いですね。違うっぽいね。ほんじゃ、やっぱ西田が飲みじゃないし。はい、じゃあ、ボディーガードさん、ボディーガードさん、起きてください。じゃあ守りたいプレイヤー1人選んでください。はい、じゃあ預言者さん、預言者さん起きてください。占いたい人教えてください。人狼さん、人狼さん起きてください。襲撃したい人1人選んでください。はい、朝になりました。あ、起きてください。お、守ってるんじゃん。キツネ？キツネ？キツネか？か守ってるかってことですね。キツネか守られたか。西田マネージャーがルンルンしてますもんだって。なんでなんですか、そのずっとここ。じゃあ55分まで、あと3分。なんでそんなルンルンしてたんですか今。え？守られたか？キツネ。守る確率はかなり低いよ。ほんの。ですよね。今まで。ボディーガード誰なんですか？言わないよ。まだ言わない。まだ言わない。うん、か、白石店長自身がボディーガードなんですね。ああ。なるほどなるほどなるほど。僕は市民。白石君人狼ちゃうかな。僕は市民です。たださっきその鼓店長が追い出されたときに、鼓店長以外に挙げてた人、それもなかなか怪しいと思うんですよ。ああ。あんだけ大多数で鼓店長挙げてて、いや、もう分からへんからちゃん。うん、一旦目はよう分からへん。一旦目分からへん。あんだけ言っても3、4人やで。3人ですよね、ですか。何が3人、4人ぐらい。高田店長や。高田店長は何なんですかってか。え、あの役職ついてるんでしょ。なんで聞こえないの。もう言って。絶対聞こえない。腹立つ。お前人狼やん。野々村議員なんて。俺も思った。俺も思った。え、もう言っていい役職。うん。え、でも食われるから。そうそう、言う必要ないですよ。人狼やから何なんて気になるの。ちょっと。このそうそうちゃうさっきのなんか攻めの姿勢。攻めの姿勢に入った。攻めの姿勢に入った。怪しい。ちょっとエンジンかかった。だってあのこれで分かりました。これで市民やったら次は信じてくださいね。でもほんまに役はついてないよ。僕なんか市民です。市民なんです。とりあえずこれを足してきた2人が人狼じゃないかっていうのは不安ないよ。ここ人狼やと思う。僕西田マネージャーと思うんですよ絶対。いやいやいや、ガーリーは絶対聞くねえわ。いやいいわ、俺も主役店長にする。うん、俺はそうします。僕は西田マネージャー。どっちか
もうだって起き上がった時一番ルンルンしてましたもん。いやガーリンは多分キツネやと思うな。違うのにですね。でもキツネでも結局追放しないとダメなんですよね。あそうそうそう、追放しないとあかんけど、まだまだええ、まだ大丈夫、まだええね。誰行くんですかこれ。あと1分です。田島店長怪しいな、怪しい。主役店長、主役店長、田島店長怪しい。田島か、しわくんか、どうしようか。ほんまに僕じゃないんですよ。本当に違うよ。シールついてたし、怪しい。いや、なんでそんな言わなかったね。いや、違うよ。いきなり反抗期入ってる。いきなり反抗期入ってる。え、犬使ってたの？犬使ってたの？これ実際すごい。勝てますよ。違う違う違う。ついてます？約束。いや簡単なやつでしょ。約束ついてます。簡単なやつ。カードみんなついてますよ。ついてる？ついてます。やれ市民っていうのは約束じゃないんでしょ？あそれは分かってます。あはい時間になりました。えちょっと誰誰？だから違いますよ。どっちや。じゃあいつか芝生店長。じゃあオカルト店長、芝生店長が怪しいと思う人挙手。オカルト店長。違う。オカルト店長。あ、じゃあこれ決まりましたね。じゃあオカルト店長、はい、退場。はい、じゃあ、夜のターンいきまーす。はい、じゃあボディーガードさん、ボディーガードさん起きてください。じゃあ守りたい人教えてください。はい、OK です。預言者さん、預言者さん起きてください。今、占いたいプレイヤーさん選んでください。はい、次いきます。じゃあ人狼さん、人狼さん起きてください。じゃあ襲撃したいプレイヤーを1人選んでください。はい、じゃあ朝になりました、起きてください。誰？誰？マジで？一番無害そうな人。なんでそこ選んだよ。はい、じゃあ、4分間行きます。はい、行きます。また人狼が人狼選ぶ、はい、ボディーガードです。誰守ったんですか？でしょ？僕じゃないですよ、ほんまに趣味ですから。いや、さっき言っとくと、さっき言っとくと1ターン目に守ったんが庭店長なんですよ。庭店長守って分かんないです。で、え、次誰？でも1回目だって防げたか、あのキツネ選んだか、そう、それが分かんない。選んでないです、分からんけど。僕絶対西田マネージャー、とりあえず西田マネージャーは相当怪しいと思います。キツネか人狼どっちかやと思うんですよ。人狼ではないと思う。キツネっていう、全然分からんやん。もうパート黒、置いててください、黒ね、大丈夫です。でも通気されるってことでしょ、この人が。多分だから預言者おったら、預言者がこの人人狼や言う。ああ、今おったら、そう、預言者が人狼じゃないっていうのを教えてくれたんや。ちょっと待って、預言者死んだんじゃん、もしかして。預言者死んでる、もしかして。僕も今思ったら、多分また死んだんじゃん、預言者。またそんな早い。3分の1っすよ、こんだけおって。もしコメント返したいとき、ここ打てるんで。預言者いれば、この人が、この人は人狼やとか人狼じゃないって言えるじゃん。今言うてもらわんと逆に。そうそうそう。今預言者多分いないでしょ。いないでしょ。いない。おらんねや。いないいない。こんなここやったら、主役店長がやったらちょっと分かんないですけど。いやーぽいなぁ。白石くんやったんじゃろうかな。預言者。あ、でも確かに、でもそうか。ボディーガード聞いてほしい。庭店長や思ったんですよ、初め。何が？預言者。あ、預言者が？違うから。違うから。僕だと予言者でも言うてるもん。めっちゃ言うてる。めっちゃ分からへんこれ。いやでも、どっちか絶対人狼だもん。絶対人狼なんですよ、どっちかが。そろそろありそう。そろそろある。あるある。あっちめ。そういうことで大人なんで分からないんで。ポーカーフェイズ。あっちまでに誰を思います？あ、人狼。人狼。え、最初守ったんが庭店長。庭店長。次はで、確か店長。うん。もう絶対分からへん。分からん。佐藤店長はずっとこんな感じなんですよ。あれ？ちょっと待って。
知らないボディーガードゲームやり始めた時に西田店長なんか言うてなかったっすか。そうだった、西田店長だからキツネか。いや多分キツネや、キツネやん。西田なんかキツネなんですか、なんかもう言ってもいいでしょ、キツネやったら。いや消されるじゃないですか。いやだからその前に人狼消さないと。はい、ラスト1分市民からしたらだからキツネやで言ってくれた方が助かる。でもなんかついてるみたいな、なんかついてるみたいな。で、予言者でもないんでしょ。で、ボディーガードが高田店長もキツネか人狼しかないと思うんですよ。キツネだからキツネっす今だから。じゃあボディーガード、キツネ、人狼も絶対人狼はが1人か2人どっちか。そうですね。なんで、だから西田マネージャー今消しとかないと。ああ、1人勝ちになる可能性ある。こう言われて否定しないっていうことは、もうキツネ、キツネか人狼は確定してると思う。人狼、うん、じゃあ消しましょう。だからここは絶対西田マネージャーしかないと思 う, う一回、まあ、とりあえず消しとかないから、ね、消しとかないから、はい、消そう、消しとかない。キツネですか、結局先に言っといてください。え、言うと分かる、言うと分かる、言うと分かる。あの人作詞やわ。あの人怪しい。はい、2時になりました、はい、いきますね。はい、じゃあ時間になりました。じゃあ怪しいと思う人を選んでください。はい、あ、西田マネージャー全員一致ですかね。選ばれる。絶対捨てゼリフ。はい、じゃあ夜のターンになります。寝まーす。はい、行きます。じゃあ、ボディーガードさん、ボディーガードさん、守りたい人を教えてください。予言者さん、予言者さん、予言したい人を教えてください。はい、じゃあ次、人狼の方起きてください。じゃあ襲撃したいプレイヤー1人選んでください。はい、 OK です。じゃあはい、朝になりました、起きてください。マジで、こいつ絶対人狼や思ってたのに。違うって言ってたじゃないですか。ちょっと待って。えってことは今、え、今守ったんは東島店長守ったんです。うん、いや来るかなと思って。ってことは俺来ると思ってたんで。そうやね。ってことは、ね、違う、どうも意味が分からん。東島店長守りに行ったけど食われたんこいつ。そうです、そうそうそう。ってことは東島店長が人狼の可能性ある。いや、僕は安島店長と佐藤店長ちゃいます。この2人っぽいですね。いや、僕は僕は死ぬ。今この状況は人狼2人残ってるってる可能性もあります。3人、1人、5人なんで。そうか。あ、だけど佐藤店長なんかついてるでしょ、間違いなく。市民ですよ。あ、市民ですよ、うん、え、逆に、え、2対2って感じですか。市民に、意見的に、あ、市民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 。だってこっちがこっち怪しいで、こっちがこっち、うん、あ、まあ、こっち怪しいとは言ってないですけど。あ、今そうか、ボディーガード、市民に、人狼に、あ、そういうことか。っていう可能性もある。いや、そうか。あ、で可能性もある。そう。はい、あと3分。そういうこと考えたら、安島店長でしょ。とりあえず。とりあえず安島店長。いや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 。とりあえず。おかしいでしょ。だって、食われてない。え、可能性、可能、一番まだ可能性。一番可能性ある、安島店長。誰や、うん、誰や。いや、僕、この2人がね、いきなりこっちに。振り出したんだ。いや、そう、違う僕は、ちょっと待って待って待って。ただ、その前に東島店長言ってたやん。いや、そうでしょ。僕は田島屋の音だ。一斉に話こっちに振り出したんで、えっと思って。いや、その、だって、うん、でその前に、ね、まあ、やばい、これどう、わからん、うん、うん、やっと、とりあえず。え、佐藤店長どっちやもん。わからんけど、これマジわかんないよね。人狼でしょ。急に来たら、急に来たでしょ、僕のところに。そんな感じだけど。ただ、それあるからな。だって、この4分の2、2分の1ですよ。いや、え、これおかしいでしょ、今のタイミング。だって、自分じゃなかったらもう。でも、当てに行くしかない。当てに行くしかない。俺だって、田島屋思ってたもん。こいつが絶対。自分じゃないと思ったから。こいつが思ったら、ちゃうかったから、あれって考えたら。オーディエンス。で、マコさん。オーディエンス。あるの ?50-50 とか。50-50。おかしいっす、今のタイミングは。いや、安島店長、だってボディーガードを やばい守ってる、うん、いや、ほんまに。でもちゃうか、そうか、人狼守ったりしてんちゃいます。そう、いや、人狼守ってる、それあるんすよ、その可能性あるんすよ。いや、今回ほんま分からんくて、誰守ったらいいんか。やっぱ分からんから。誰守った、この残り守ってん、僕以外います。守ってない人ですね、うん、守ってないのは、じゃあ、守った人、守った人は、丹羽店長と安島店長です。
でさっき安島店長でしょ。じゃあ安島店長、安島店長、人狼。あいや俺やと思う、うん、だって同じ人2回守られへんもん、うん、おかしい、おかしいっすよ。だって自分ちゃうかったらもう行くしかないから、誰かに。いやうわぶあと1分、あと1分だから、うわどっちも何か、なんでボディーガード食いに行かんかったんかなって。そうそれが謎なんですよ。それがおかしいですよ、まず。いやだからそもそも、いや2人おるんかなっていうの。いや絶対2人おるよ、人狼は。ですよね、うん、ここ2人は。けど、どっちかでしょ。根底を覆したらボディーガードな。いやほんまに、確かに確かに、そこを覆したら、そもそもよ、うん、その可能性はある。でもそれは今までこんだけおって、うん、いや高田店長嘘ついてますよって誰一人誰も言わなかったでしょ。みんな信じとったでしょ。だからここまでゲームが続いてる、うん、まあそうなんですけど、うん、根底を覆すと、根底覆すと、ボディーガード違うんじゃん。鼻からも人狼から一応、ちなみにキツネいたらキツネ買っちゃうんで気をつけてくださいね。あ、これは一戦で。え、キツネはでもガーリンでしょ。え、あ、違う違う、っていう読みでしたけどね。狼がもしこの時点で狼追放されたらキツネの勝ちになります。え、一応みんなヒントを出しといてっていうことなんで、ヒントだけ出しときます。キツネがおったら、ってことは、だからし、え？とりあえず、え、キツネ、どういうこと？キツネがおったらキツネ当てに行かなあかんのこと。そうです、そうです。キツネを狩らないと。いや、もういない、いない、いない、いない。いや、でもそんなんいきなし言い出すってことはおるってことじゃん。いや、一応ルール分かってない人おるかもっていうことなんで。じゃあ、キツネ？キツネ、一人勝ちに行ってる。違います。いや、ここで僕を追い出したら、ほんま負けますよ。あ、そう？え、な、え、市民やったら別にまだの残ってるってことでしょ、2人。市民は今2人、人狼2っていうあれでしたっけ。もしくは人狼1キツネ。ああ、そういうことか。ああ、そうか。人狼1キツネ1の市民2ってこと。そういうことか。だからボディーガードで信じていいのかな。いや、だって僕がボディーガードじゃないと。ボディーガードやろうね。はい、時間になりました。うわ、むずい。じゃあ追放者を選んでください。とりあえずじゃあ、怪しい人誰行きましょう。佐藤店長が怪しいと思う人ゼロ、安島店長が怪しいと思う人3、じゃあ4とっかった。いや、だって多数決で決まる。じゃあ安島店長退場で。ここが人狼とかやったらびっくりするけど。これで勝負決まるってこと。じゃあ夜のターン行きます。え、マジで。ってことは？ヒロタン行きまーす。ってことは？キツネをおらんかったのってこと？じゃあ、ボディーガードさん、ボディーガードさん、占う、守る人を教えてください。はい、じゃあ預言者さん、預言者さん、占いたい人を教えてください。はい、じゃあ人狼さん、人狼さん、食べたい人一人教えてください。はい。はい、じゃあ3位になりました。来てください。おぉ、守られた。来たー、守ったってこと。来た、守った、うん、守った、うん、ってことは、ってことはどっちかってことでしょ。どっちか。こっちや。いやー、来た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 。それやってこう。え、でもさ、どういうこと。人狼かもしれんってことだよ。いや、人狼じゃないでしょ。ええ、人狼やったら絶対食べられるじゃん。うん、人狼に市民に。人狼守っ、人狼に市民にやった。え、いやいや、市民っすね、僕は。俺市民。じゃあボディーガード市民。あと3分、うん、市民、うん、市民、うん、市民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 、こっちボディーガード一人で、だから狼一人やがここで結託することはないから、ないないない、こっちでは、ね、どっちも違う、どっちも違う。ってことはマネージャーもここまでってことは佐藤店長や。佐藤店長や。佐藤店長、行こう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 。もう時間じゃない。やった、やった、やった、行こう。よし、よし、よし、いい仕事できた。え、ほんまに。いや、だってもう多数決で俺が手挙げんくてももう決まっちゃうもん。ほんまに。はい、行きます、行きましょう、行きます。決まりました。はい、決まりました。はい、ました。じゃあ、人狼だと思う人を、挙げてください。せーの、
佐藤店長でいいですか。はい、はい、じゃあ佐藤店長、あなたの役職を教えてください。人狼です。はい、市民勝利。ちなみに狐は安土島店長でした。あ、なるほど、そうやったんや。狐でした。狐やったんや。一人勝ち狙ってたやつ。ちなみに占い師はオカルト店長。あ、すいません。でしかもボディーガードはジャパネット店長。あ、はい、やっぱそうやったんや。お前はでもぽいね。ぽいね。じゃあもう一人の人狼は？わ。ほらほら。え？なんて言ってたのに。そっち？言ってたやん。誰？じゃあラストワンちゃんやってくださいっていうコメント来てるんで、はい、いいですか、ラストワンちゃん。じゃあこれ最後でいきましょう。そのね、オカルトさんも一応ちょっとあのアドバイスいただいてましたんで。楽しかったね。ガールやっぱり、やっぱり自分だって村店長1回守ったんちゃうんすか。あれ2回目ちゃうんすか。僕だから佐藤店長行ったんかなと。2連続で守れないってだけでしょ。1回打ったらいいんだよ。あ、そうそう、2連続は無理です。そういうことなんや。高田くんがこうマネージャー守ると思って。あ、なるほどね。あの時点で冷やしましたね。そう、いや、そのね、丹羽店長一回守ったって言ったでしょ、うん、だから、もうせえへんやろって。もうやっていいですか。もうせえへんやろって思って扱いがひどいわ、ほんま。今回のは高田店長のボディーガードがうまかった。うまかった、うまかった。守り方がうまかった。うまい、いざないかと。高田店長よく守ったねって言われてますね。ありがとうございます。僕守ってくれたからですね。キツネが一番孤独と向き合わなあかんから難しいってますよ。じゃあカード OK ですかね。 OK ですか。はい、じゃあ目つぶってください。じゃあ人狼の方、起きてください。はい、確認できました。じゃあ占い師予言者の方起きてください。はい、確認できました。はい、じゃあ次、ボディーガードの方起きてください。はい、確認できました。はい、じゃあ、キツネの方起きてください。はい、確認できました。はい、じゃあ朝になりました、起きてください。どうなってやん。僕ですか。僕もあの言ってください。今回まだ市民なんですよ。ほんまなんです。終わったなとお前。ほんまなんです、信じてください。今回ばかりはほんまなんです。今回も市民です。今回ばかりは今日全然嘘ついてないです。確かに、はい、なんか嘘ついてたやん。嘘ついてたやん。はい、嘘ついてたやん。ボディガードやん。あの1回だけですよ。でもグッと消されてますから。あれ無駄な嘘やったし。ただくさんのみんなの会話に参加したかっただけです。で、修学店長その時しかも言ってくれへんかった。そうそうそう。いや、いや、ほんまに違います。今回は市民です。でもずっとそれ見てるじゃないですか。まだ違う役職。また見てんねん。今回は取ります、市民です。田島しばくぞ言われてますけどね。田島しばくぞ、なんで、なんでなんで僕しばかれるんだよ。そういう立ち位置。分からへん、最初は分からん。そうなんですよ。西田マネージャーがルンルンしてるんですよ、ずっと。またもうなんかもうずっとこう。いや、けどね、ちょっと余裕、余裕、足かいてるぐらいが余裕は。余裕があるね。余裕は。確かにね、ちょっと余裕なくなる。足のかゆみに反応できるほど余裕なんですよ。余裕はない。余裕がある。なるほど、なるほど。確かに。あと3分。高田さん、唇はどう？唇ね。唇大丈夫かな。分からへんねやろ、どうせ。市民。はい、3連続市民。逆に面白くないね。ちょっと面白くない、ね、よく人狼引くんで。せやね、はい、高田店長は今回どうなんですか。市民。やっちゃすぎるやろ。いや今回は役ついてないや。役ついてずっと笑ってますよ。ずっと笑ってずっと笑ってる。最初から笑ってる。ずっと笑ってる。ちゃうね。あれ何ほんま、え、いやほんまに最後に来たボディーガード以外全部市民なんで、もう面白くないんですよ。そんなならへんよ、絶対。なるよ、僕。なるよ。僕ちゃんと市民ですよ。いや、なんで。で、最後に人狼来て嬉しくて。どうせまた狙われんやろうなと思って。いや、もうだってもう俺ボディーガードじゃないし、誰も 守れないや。俺いらんやろ。いらんやろ。いらんやろ。
やろ、どっちや。なんかいつももっと否定するのになる、うん、そうなんですよ。じゃあ、もう もういいっす。なんやったらもう人狼でいい、もういいよ。市民やけどね。いや、ややこしいこと言うけど、あと1分半。ほんまに市民やけど、もう人狼って言うたらもういいよ。ぽいな、市民っぽいな。ただ、多分最初に食べられます。なんで食べて、市民やから。市民が最初に市民が最初に、どういうこと、そういうこと言うから分からない、ややこしくするでしょ、ややこしくするでしょ。最初ボディーガードとか占い師食べに行ったらいい、そうでしょ、魚店長食べる必要ない、僕食べる必要ないか、やばい、食べられる必要すらないって、ちょっと何が嬉しいんですか、何がそこまで嬉しい、いやもうすごい価値ないな、俺価値価値なしなってる、価値がない、そんな見る必要ありましたっけ、今。いやいやいや、もう分かりました。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 もう分かった。もう分かりました。見て分かった。あ、いや、ルールですね。見て分かった。ルールは今分かったからもう大丈夫。今分かった。いや、もう分かった。どの職員の、いや、最初外でみんな分からんすよ。どの職員のルールが分かった。え、どの職員のルールが分かった。3連続予言者だったけど、やっと、あ、そういうことかっていう。なるほど。はい、じゃあ時間になりました。全然分からへん。じゃあ怪しい人、まああれね、1回目なんで。この人ちゃうとか、そうやから言うの。そうですね。それをちゃんと見て伝えてやろうと。やっと分かった、やっと分かった。何のために占ってるんですか。確かにね。身が重すぎた、最初。はい、じゃあ行きます。怪しい人ね。じゃあ一人ずつ行ってきます。じゃあ、北山マネージャーが怪しいと思う人。ゼロ。じゃあ、田島店長が怪しいと思う人。ゼロ。佐藤店長が怪しいと思う人。3票入ります。4票。4票。じゃあ1回下げましょうか。はい、じゃあ、安島店長が怪しいと思う人。ない。高田店長が怪しいと思う人。ない。堤店長が怪しいと思う人。1、2。まあ、この時点でじゃああれですね。佐藤店長。大丈夫。ついてる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 ってことは市民の可能性高いやん。もうそれでな、もうそれ変えとくわ今度。はい、じゃあ夜のターンいきます。はい、じゃあボディーガードさん、起きてください。守りたい人教えてください。 OK です。預言者さん起きてください。預言したいプレイヤーは、はい、人狼さん起きてください。襲撃したいプレイヤーを一人選んでください。はい、確認できました。はい、朝のターンになります。皆さん起きてください。マジか。そう、じゃあ5分間いきまーす。いや、全然わからない。全然わからへん。罪店長にあげた人って誰ですか。ここの2人ですか。ここの2人あげた。確実にここの2人ですか。でも、それやったら罪店長。そうなんですよ。そうなんですよ。僕もそう思いました。だからこの2人は人狼ではないってこと。預言者は、預言者だとどこにいるんですか。あ、お前。主役店長、預言者じゃない。いや、もう4連ちゃんは来ない。俺、僕じゃない。僕じゃないよ。キツネちゃん。キツネちゃん。いや市民。市民そんなにカード見る必要ないと思う。いや。いや。逆に言いたい。いや。とりあえず一人は多分白石店長に確定なんですよ。もうここまで残ってる時点でかな。どういうこと。僕は人類ですか。この前まだ行ったしか待てへんからな。このここまで残ってたら基本的に人狼じゃないですか。いや。さっきも市民やったじゃないですか、2回連続で。なんでそんな僕を殺しに来た。いや、もういつもそうだから。自分もや。いや、でも、ニア店長待ってください。今日ずっと市民ですよ。いや、お前それで俺前も騙されたもん。ニア店長待ってください。確かに。僕を信じてくださいって人狼やった。ほんまに。普通違うやろうやろ、お前。マネージャー待ってください。もう分かってるはずです。お前人狼やろ。人狼やろ。今回僕本当に市民です。さっきも市民でした。その前も市民です。いやもう今回も市民ですね。大丈夫です。嘘ついたらどう。いや本当にニア店長
本当に市民です僕。いやもうそれも問いかけには騙されへん。で、私は今日人狼の時僕一回やってます。一回殺したんです、指名で。僕今回市民です。今回市民なんです。いや本当なんです。もうなんか分からんねん。もうこいつも分からんねん。市民なんですよ。ただのイメージです、マネージャー。いやイメージはでかいならでしょうね、必死な時に。そう市民で消されるの嫌じゃないですか。なんか自分で消されるのいつも嫌がってる。追放で消される。結局2、3ターン目で絶対消えてるじゃないですか。人狼ですか。僕は堤店長と佐渡店長が思ったの。堤店長ではない読みがない、絶対違う、読みがない、ここに回ってあってならあと誰、だから次誰そんの、次は逆言ったよ。次ですか、高田店長さん。あ、送った。いや、高田店長確かにちょっと怪しいな。いや、高田店長違う、多分シミ、うん、がキツネ。さすがっす、よく分かってます。何がなんすかね。シミ、シミ、シミ。もう怪しいです。怪しいな。でも予言者の人はいる、残ってるんですか。ああ、もう言っといた方がいいんじゃないですか。もう予言者いるんやで、言っといた方がいいと思う。言っといた方がいいと思う。言ったら。とりあえず、共有的な。共有的な。この人はどうや。予言者いないんですか。え、いない。もしくは黙ってるかっていう。予言者いないか、それか主役店長か、どっちか。いや、違う。それか、いないか、主役店長なんです。確かに。そうですね。そうですね。でも今回はほんまに市民っす。ボディーガードもいないってことですか。あ、予言者いなかったの。2人やったってこと。ボディーガードは誰なんですか。ボディーガード予言者いなかったら言う必要なくないですか。まあ、あそこ自分狙われるんで次。ああ、そうか、はい、あと2分です。だからボディーガードは言わんでいいんで、予言者いない。予言者いないですね。で、あとキツネがいるかどうかと、うん、人狼が何人残ってるかの問題なんで。はい、ラスト1分。また僕を疑うんですか。僕、違うんですよ。ミスターマネージャーずっと見てたらいずれ分かってくるなと思って、ずっと見てた。ミスターマネージャーは余裕があるから。そうなんですよ、さっきと全然違うんで。僕、予言者や思ったんですけどね。誰がすか。ミスターマネージャーが。いや、そんなんでもミスターマネージャーやったらこのタイミングでも言わはると思う。言うと思う、はい、うん、試合してんじゃん。違う、違います。ほんまに、はい、試合してんじゃん。誰やと思うんですか。僕ですか、はい。僕は田島でしょ。それと一緒なんですよ。もう個人的なやり取り。それと一緒なんですよ。二人でやっといてくれかって。ただ、その、まあ、主役店長はさっきと顔色が全然違うんで、はい、まあ、そういう変な職業じゃない。ああ、そうですね。人狼と ただね、ちょっとそれ否定させてもらっていいですか。僕、あの、彼のことを昔から知ってる。癖があるんですよね、彼。はいはい。あ、その小指をこう、あ、やる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 。これあのストレスを感じた。いやいや違う、いやいや違う、いや今回ほんまに悩んでる時やるんです。悩んでる時、悩んでる時、悩んでるだけです。何悩んでる。誰が人狼かって悩んだけ。考えてる時やる。ずっとやってる。はい、時間なりました。いやほんまにおかしいですよ。いやいや違う、いやほんまに違いますよ。じゃあ怪しい人を追放しましょう。あ、人狼かも。いやでもそれ、いやいや違う。だから人狼やから。いや違う違う。おらんくなった2人を人狼って言った。ああ違う違う違う。じゃあ一旦ね、みんな聞いていきます。じゃあ、田島店長が怪しいと思う人。ない。いやもうそれ。じゃあ北山マネージャーが怪しいと思う人。ない。じゃあオカルト店長が怪しいと思う人。全員。じゃあオカルトさん、すみません、退場。自分が人狼。いやー、難しい。いやいや、はい、じゃあ夜のターンいきまーす。じゃあボディーガードの方は起きてください。じゃあ守りたい人1人選んでください。はい、いきます。じゃあ預言者さん起きてください。予言したいプレイヤーさん1人選んでください。はい、じゃあ人狼さん起きてください。じゃあ襲撃したい人1人選んでください。
はい、じゃあ起きてください。朝なりました。あれ、え、減ってない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 よ。え、ってことは守ったってこと。いや、いやもうボディーガードは絶対いるんですよ。あのタイミングの長さおかしいですよ。ボディーガードは絶対いるんですよ。ということは守ったから守ったから言ってください。守った人、その人だって人狼派手です。今もう言うてくれんと、はい、人狼派手、はい、ボディーガードの人私です。ダイモンド、ダイモンドさん、青島店長守りました。なんとなくめっちゃめっちゃ分かりやすい。分からんけど、だから僕はもうボディーガードやから、もう次死にますわ。もうキツネがといるかどうかですよね。そうやな、キツネも示されても大丈夫でしょ。だからボディーガードで守られた安島店長かキツネがおるってことやな。そういうことですね。僕はおったとしたら、うん、今回は死ぬ。安島店長のキツネのイメージが強すぎてるよ。ニワ店長は絶対嘘つかないと思うんですよ、ね。うん、いやだってもうここで言うとこで言うとなんだ、わかんからもう言うと。ってことはジャパネットがそう悩むの言うんですね。俺白石、白石店長、俺も白石くんやと思うね。最初守った。あ、最初守ったんですか。最初一応守って、あります。この二人守ったから。え、ほんだら、え、俺それ、あ、え、でも最初はちゃうわ。最初はもうあれですもんね。違うやん。そうそう、食らってるんで。ここは食らってる。こっちが食らったから。石田マネージャー、北山マネージャーもないと思う。だから、とりあえず白石店長行きます。白石店長、この段階で残ってるんですよ。この段階残ったら相当確率高いです、うん。いやでもその場合だって、僕は安島店長を指名したってことじゃないですか。いや、キツネの可能性もあるでしょ。うん、あの可能性か、どっちかってことね。僕は人狼でキツネを刺してってことですよね。もう人狼って分かったんで、誰刺したか教えてもらっていいですか。うん、僕人狼じゃないっすから。人狼やと思うんで。人狼ではないです、本当に。でも、もし次残ったら庭店長殺すでしょ。うん、いや、庭店長殺さないっすよ。ってことやわな。ってことですね。三分。いや、でも、そうやね。いや、あ、そうか、人狼守るっていうパターン。そうなんですよ、それがあるね、うん。あるね。とりあえず、でもね、僕、市民ですけど、人狼でもいいですけど、今ここで狐の疑いがある人を出しとかないと。あ、そうですね、確かにそうそう。そっち。狐。いや、でも、こっちは俺守るっていうパターン。白石店長を潰しといたら間違いない。まあ、個人的に。いや、まあ、でも、僕が市民やとしたら、もうでも本当に形勢がかなりヤバくなる。いやでもそれ誰でも、誰でも、それは誰でも、それは誰でも、そうなんです。結局そうなんです。でもその僕がいつも引いてるっていう理由だけで消す。いや違うんですよ。ここまで残ったら怪しい。ここまで残ったら、残った時は大概や。そうなんです。大概そうなんです。悪い顔して、僕人狼です。悪い顔して。悪い、大丈夫です。唇の色が。唇の色は正常です。ここになるかなって気はするけどな。僕はそうですよ。そうなんですよ。でも、庭店長が守ったっていうので相当確率は薄いんで。いや、守ったけど人狼守ったっていうことですよね。いや、本当に。でもそうだったら人狼が狐指名したっていうことになるんですね。じゃあその狐が死なへんかったから狐を殺そうとしてるっていう可能性もありますよ。人狼が狐を、はい、人狼が狐を指名して、あれあいつ生きてるからあいつ狐なんちゃうってことでそれを殺そうとしてる。どうだ、その発言するってことは、その発言するってことは僕守られてたから人狼じゃない可能性が今出てきましたよね。だから僕市民なんですよ。だから あと1分。え、市民どういうこと。全然分からない。全然分からない。え、ってことはじゃあ、えいやってことは、え、だって庭店長ボディーガードでしょ、うん、で仮に市民としましょう。で、安島店長が市民ってことは、ここが人狼と狐ってことですか。え、どういうこと、どういうことですか。だからその狐が、まあ、ここにいるか、それか、まあ、いない可能性もある。あ、そうですね、もうすでに出されてる可能性もある、市民で、はい、で、占い師もいないですもんね、うん、とりあえず、芝生店長は相当怪しかったんで、うん、いや、市民ですよ、誰おいで、おいでさいのおいでさいの。全然分からんけど、僕は白石店長とりあえず消したら安心する。分からん。
いや、とりあえず白石店長が。いや、そう、怪しい。ここ怪しい。そうなんですよ、ずっと店長。はい、時間になりました。黙っとけええみたいな。じゃあ一旦店長聞いていきましょうか。じゃあ、安島店長が怪しいと思う人、挙手なし。高田店長が怪しいと思う人、一人。じゃあ白石店長が怪しいと思う人、そうなんだよね。5、あ、じゃあこれあれですね、一番多かったですね。じゃあ白石店長退場。はい、じゃあ夜のターンいきます。やっぱり、じゃあボディーガードさん、ボディーガードさん、守りたい人一人選んでください。預言者さん、預言者さん、占いたいプレイヤーを選んでください。人狼さん、人狼さん、襲撃したいプレイヤー一人選んでください。はい、じゃあ朝になりました。お受けください。え、あー、マジか。れた、それはそうなりますよね。そこは高田店長相当怪しい。相当怪しい、もう。じゃあ、あと3分いきます。もう喋り出す。違うから。市民、市民。ガチの可能性ある。ほんまにほんまにほんまに。市民なんですか？市民、市民、市民。市民で。僕は北山マネージャー、市民。ただ、え、じゃあ、2、4、5でしょ？だから、人狼2の、人狼2はないんですかね？もしくは、パターンとしては人狼1と狐1の可能性があるか、人狼2の可能性があるんですよね。残り市民ってこと。はい、あ、もしかも人狼1人だけか。人狼1人と市民4人ってこと。そうそうそう、4人。あ、市民4人、市民4人。それやったら市民が勝つ。ああ、そうですね、勝ちますね。ってことは人狼2人残ってるってこと。2人か狐1人。いや、狐がいるんちゃう。狐が混ざってんのか。ってことはここでもし狐まだら放り出しとかんと、そう、放り出さないで終わるんで、人狼決戦はダメです。狐1の、市民2の人狼2やったらもう狐の勝ちなんで。そう、うん、だから市民1の、あ、2の狐1の人狼1です。のパターンのパターンが一番残っちゃいます。市民2の狐1の人狼1、それ4人しかいない。あれ、混乱すぎだ。そういうことだから人狼2の狐1の市民。いや、だからこれやったら、じゃあそれやだから狐が勝つから。市民は3ってことですか。市民が3オールってこと。市民3で、はい、あと1分。僕市民です。いやいやいや、僕、ちょっと待って、マネージャー、多分ここは確定だって。で、ここだよ、ここだよ。この2人が怪しい。多分ガーリーも今回ちゃうん。でも一切喋ってないです。そうそう、いや、だって喋ったらだって消されるもん。え、喋ったら消されるの。さっきからでも消されなかったっすよ、結構。いや、多分ね、その二人ちゃうかなと思います。ちょっと待って、ちょっと待って、結局マネージャーと喋ってるから。多分キツネやと思うんですよ。また多分ね、二連続。多分キツネか人狼どっちか。今キツネが打ったとしたらどういうこと、どういう人狼、どういう配分。キツネ1、市民3じゃないですか。だから、そうです、そうです。それやったらまだあれ、ね、あと一旦はあるんですよ、まだ。あと、いや、だから狐ここで追い出さんかったら、追い出さんかったら次もう確定しまうってこと。そうです、そうです。やばいやん、それやったら。僕追い出したら負けますよ、言ってます、ね、人狼を追い出してしまったら狐の勝ち、うん、狐追い出したら市民の勝ち。なんで、とりあえず僕らは狐を選びましょう。狐を選んだら勝ちです。はい、時間になりました。うわぁ、危ない。どれや。じゃあ、怪しい人を選んでいきましょう。僕はいやもうどっちかな。いや、どっちかな。いや、でも怪しい。じゃあ聞いていきまーす。じゃあこっちでイエーって言われた時嫌なんでこっち消します。こっちで。じゃあ、ちょっと待って。じゃあ一回みんな聞いていきまーす。じゃあ田島店長が怪しいと思う人ない。北山マネージャーが怪しいと思う人ない。西田マネージャーが怪しいと思う人ない。高田店長怪しいと思う人。うわ、終わったー。満場一致。じゃあ高田店長退場。はい、はい、はい、ゲームセットということで人狼の勝ち。バカ。ペヤングの顔。
ペヤングの顔。ペヤングの顔。ちなみに、役職ばらします。キツネは白石天井でした。やっぱり怪しかった。彼は彼はキツネは当てて。占い師は堤店長でした。ボディーガードは庭塩店長でした。うわやうわ期待もないじゃん。ずるいっすわ。ずるい。騙された。そうですよね、そうですよね。あ、もうこれで大丈夫だよと思って。で、西田マネージャー守るから、全然どっちが騙されてると思ってたんですよ。でもなそっち、そうですね、今回は、マネージャー同士が人狼やったんですよね。うわ、それ分からんかった。だってもう怪しいですもん、顔。顔かよ。なんか最終的に2個で走る。途中電池切れてるの、もうちょっと疲れてる。急にネガティブになりましたもんね。リアクションがおかしかった。北山マネージャー。はい、じゃあ全員集合しましょうか。すごい動き方やったわ。谷本ちゃんやってたわ。手のひらでこんなんじゃないから。だから消されへんかったけど、最初に消されたの。じゃあ、ハンドマイクね、お持ちいただいてですかね。じゃあ回していく感じで、じゃあまた最後にね、各店告知していただいて。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで、もうね、結構北山エリアは結構店長集結は人狼みたいな流れになってますけどもね。なんかだんだんみんなやっぱり上手くなってきて、最後やっぱりね、すごい面白い展開になったなと思いますけども、リスナーさんはね、やっぱり安島店長めちゃめちゃ上手ですねっていうコメントがかなり多かったです。あとオカルト店長もね、もう一回占い師見たかったんですけどね。いっぱいアドバイスいただいたんでね。またじゃあ次回もし機会ありましたらね、占い師ぜひ本領発揮していただけたらなと思いますので、よろしくお願いしますね。安島店長、手品ありますかって言われてますけど。手品ですか。はい、安島マジックあるんですかって言われてますけど。わかりました。やりますか。おお、やっていただける。やった、持ってってるんですね、やっぱり、ね、さすがや。持ってってるんですね。さすがや。あ、やっていただける。やります、やります。あ、じゃあトランプマジックですかね。はい、はい、うん、あ、ピンマイクでもいいよ。はい、じゃあちょっと用意していきましょうか。結構恒例用意じゃん、そうですね、これね。アズシマジック。あ、入れたちが、入れたちが、それは人狼もうまいっすわ。エイタマーク、上のカメラ撮られへん、無理。ちょっとあれやね、上から撮ってもらっていいですか。じゃあ、すごい、なんかもう番組みたいな。いやいや、番組ですよこれも。いや、せっかくなんで、ね、あ、いいよ、その上から撮ってもらったら、はい、いけますかね。正面からこっち撮りますんで。あ、安島店長、前回のカラーチェンジ上手でしたって言われてますね。ありがとうございます。そうですね、新大阪で集結の時にやっていただきまして。ちょっと机に置いておいて。はい、行、はい、きましょうか。アップできる、無理。この辺ですね。あ、じゃあ OK です、いけます。あ、もうちょっと下。ここ、はい、OK、ここね、はい、OK です。じゃあこっちでも拾っていきます。はい、手品やりますけど。はい、じゃあ安島マジックお願いします。これは、目の見えない人に対してする手品です。でも目の見えない人っていうのは何が起こってるかわからないですよね、手品現象がカードでやると。ただでもその人が考えたカードを当てるっていうことはまあ可能ですよね。わかりますよね、言ってる意味わかりますよね。で、まあ、例えばじゃあ一人に誰か、お願いしたいですけど、誰か、やりたい方代表して、はい、おじゃあじゃんけん、じゃんけん。僕めっちゃやったやつ、やるんかよ。また新大阪集結あるやん。めっちゃやりたいです。はい、ちょっと譲ったれよって。あ、座ってください。うわ、すごい。はい、で、ここにトランプが一組あります。で、田島店長がじゃあ考えたカードが、皆さんが分かればいいですよね、目の見えない人と仮定しても。でも口で言ってしまうと
僕にも聞こえるんでバレてしまいますから、今から、言ってることをやってもらって、田島店長が何のカードを選んだのかっていうのがみんなが分かるようにします。今から、まず好きなマークを頭の中で思い浮かべてください、はいはい、大丈夫ですか、はい、大丈夫です。でこのままの状態で、後でお渡しするんで、はい、スペードだったら1枚、ハートだったら2枚、クローバーだったら3枚、ダイヤだったら4枚、わかりますか、はい、例えばスペードを選んだとします。スペードを選んだらスペードを置いた後カードを全部上に乗せてもらったら、あ、田島店長はこれでスペードを選んだんだなっていうのがわかります。ハートだったら2枚置いた後置いてもらったら、ハートを選んだ、わかりましたか、はい。で一応あのカードお渡ししますけど、あのこの状態のままでやってください。わかりました。そうじゃないと面白くないんで。わかりました。わかりました、はいはい。なのでスペードだったら1枚、ハートだったら2枚、その上にその残りのカードを重ねるんですね。重ねてください。わかりました。でもカード揃えなくても大丈夫なんで、はい、やってください、はい。で僕は後ろ向いてどうぞって言ったら、はい、お願いします、はい。このカードを見せないように気をつけてください、はい、どうぞ。OK ですか。大丈夫です。わかりました。皆さん何のカードか、何のマークかわかりましたか。わかった、はい、大丈夫。わかりました。はい、次は、そのマークの数字1から13あります。1だったら1枚、2だったら2枚、13だったら13枚置いた後その数字の、例えば7だったら7枚置いた後また重ねてください。それで田島店長が選んだ数字が今度分かります。だから、マークを皆さん覚えてますよね。次は数字です。また同じように見せないように、はい、このままの状態で置いていってください、はい、どうぞ。終わったら終わったって言ってください。終わりました、はい。じゃあ今から田島店長が選んだカードを当てます。こっち向けといてください。多分赤いマークですよね。赤いマークどうですか。赤いマークですよね。数字は、7が基準としたら7よりも小さいですよね。間違いない。それは大丈夫。それは合ってますか。はい、それは合ってます、はい。なんで田島店長はハートの4を選んだんですか。当たってますか。当たってますか。当たってますか。でもこれはあの目の見えない人に対してすると言いましたよね、最初に。はい、言いましたよね。だからカードに意味はないんです。すげえ。どういうこと、どういうこと。あ、真っ白や。え、なんか基準ネットしてるな。真っ白や。どうだった、あれ。どういうこと、どういうこと、すげえ。これはすげえわ。ね、あのそうなんだ、マークはね、数えてっていうのが。はい、ありがとうございました。すごーい、すごい、かっこいい。ペヤングさっきのまあなんなんて言われてますけど、感覚で嫌なやつは嫌だ。あ、そういうことね。すごいけど気持ち悪い。なんでハートの4って分かったんやろうって言われてますね。いや、全然分からないですよ、その意味が。
教えれないです。そうだよね。そうだよね。マジックですもんね。あ、もうつつみさんが興味津々。もう一回やってもらっていいですか。教えれないです。教えれないやん。なるほど。いやー、すごいですね。さすが。ちょっと鳥肌立ちましたけど。はい、じゃあね、あずしマジックもビレだということで、じゃあ各ね店長、じゃあ、お店の告知していただいて最後終わりたいと思います。じゃあ誰からいきますか。順番にいきますか。あ、順番にいきましょうか。あ、まとめてでもいいですけども。みんなファンカンでしょ。あ、それファンカンもみんな全国のファンカンなんで、はい、まあ、明日あの店舗によっては違うんです。だいたい15時19時なんで、茨城は15時19時なんで自分押してきましたね。はい、ぜひ、第2ブロック B エリアの、はい、まあ、店舗にあの最寄りの方は来ていただけたらと思いますんで、はい、まあ、明日が最終日となっておりますんで、はい、ぜひ抽選にご参加くださいませ。はい、お願いします。お願いします。お願いします。まあね、多数様の、ご遊戯ね、しに来ていただけたらなと思いますので、はい、ぜひね、北山エリア、北摂、淀川、そういった、お店ね、たくさんありますんでね、ぜひお近くの木工田さん来ていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、まあ、本日ね、店長集結ということで、まあ、ファン感謝祭の中、本当にお疲れ様でした。はい、ということで、来週の、北山エリアは、西淡路と聞いておりますのでね、またぜひ西淡路の放送も、引き続きね、来週見ていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。明日は、キコーナ、大東店からの配信になりますのでね、ぜひ、新しい店長も登場というふうに聞いておりますので、ぜひ見に来てください。はい、じゃあ遅くまでね、お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。また店長集結ね、楽しみにしてますってコメントもありますので、ぜひよろしくお願いします。それではさよなら。おやすみなさい。ありがとうございました。100店舗すべてお客様に自信を持っていいお店だと言えるように書きました。同じ思いで頑張っていくことによって今後の目標も達成できるであろうという、はい、願いが込められております。皆様にとって身近な存在になっていただくためにこの言葉を選ばせていただきました。すべての人々に愛される、頑張りが実を結んだ、お客様が満足できるようになっていただく、ありがとう。まだまだこれから200店舗300店舗とノーツコーナーノーライン広がる楽しさのはこのお店で遊びたい。いつまでも輝きを忘れず頑張れ。